で皆様こんにちは。本当に暑い中今日はようこそお越しくださいました。で今日は日頃はベルギーにお住まいでオランダのアムステルダムを拠点に活動している NGO の、岸本さと子さんがこの間ずっと水道の民営化を中心に、まあ、行政のサービスが民営化されてしまっている現状の中でヨーロッパでは再公営化の動きが主流になってきているという、まあ、この情報を積極的に日本に発信してくださっておりまして、私もこの地元の大田区という区議会議員として民営化や民間委託の問題には触れていますけれども、全く日本の状況と違う動きが起きているということに非常に関心を持ってお話を伺っておりました。でまた来日の機会が終わりということで、実はもう明日お帰りになってしまうんですけれども、お忙しいところ無理を申し上げまして、今日はこの場で皆様にそのヨーロッパの状況についてお話をいただきたいと思います。で、大体1時間ぐらい岸本さんからお話をいただきました後に、私の方から実際にそれでは日本ではどのような民営化の状況になっていて、それがどのような弊害を及ぼしているのかということについて簡単にお話をさせていただきたいと思います。その後10分程度休憩をさせていただきまして、それから質疑の時間を取らせていただきますので、皆様ぜひ積極的な本当にいい機会だと思いますので、質問をして議論を深めていければいいなというふうに思っております。それでは早速ですけれども、岸本さんお話よろしくお願いいたします。拍手をお願いいたします。皆さんご紹介ありがとうございました。岸本さと子と申します。オランダのアムステルダムにあります、シンクタンク政策 NGO の、トランスナショナル研究所というところで、働いているものです。皆さん声聞こえますか？後ろの方まで大丈夫ですか？はい。今日は本当にこのような貴重な機会をいただいて、那須さんとのお付き合いもかれこれ数年、ね、私もたくさんのことを勉強させてもらってまして、で私自身は今日本には住んでないんですけれども、まあ、この度ですね、私は過去15年以上水の正義運動といいますか、水の民営化に反対運動を支援しながら、それではどのように水道というもしくは水公共財として全ての人に水を届けるというような、まあ、世界的な課題ですね、そういったことに、取り組んでいくのかということを世界各地の運動の人たちと一緒にやってまいりました。でそういった中で自分の故郷といいますか日本で、水道の民営化を、まあ、可能にするような水道法の法案が去年12月に国会を通ったことを受けまして、積極的に問題発信をしていきたいと思っているところです。で折しも10年ぐらい前から再公営化といいまして、一度民営化したサービス、これは水道だけではないんですけども、それを再び公の公の、それから行政の手の元に戻すというような、アクションが、世界で各地で見られるようになりまして、でそれをちょっと調査し始めたのが、まあ、10年前です。でそれをぼちぼちとそういう事例を集めてきたんですけども、じゃどうしてそのような今一般的にはですね、行政サービスのアウトソーシングだとか委託だとか、またその先にある民営化というような、まあ、民営化でもいろんな手法がありますけれども、そういったものが世界的な主流な中で、あえて小さな自治体が基本的にはそれほど、ね、財源もない自治体があえてそのサービスを自分たちの手の元に戻すのか、どうして市民たちが望んでいるのかというようなことを、その動機ですね、それからその結果どうなったのかということを調査してきました。でそこにはやはり共通の、民営化による問題点というのが明らかになっていったり、それからじゃあ民営、それから改めて公に戻したときにどのような新しい公というものを作りたいのか、これは、まあ、日本でいうとこの官というよりはむしろ公ですね、労働者も働く人たちも地域の人たちも市民もサービスを受ける人たちもそれも全部含めた形の、まあ、公共というもしくは公という、そのもとにある公共サービスということですね、それをどのように新しく21世紀型の、サービスを作っていくのか、
そういった議論をしてきました。ですので、もともとの動機はその民営化の問題というのがあったんですけども、やはり問題だけ反対反対という運動がなかなかこう行き詰まるというか難しい中で、あえてその再公営化というようなことに成功した事例をフォーカスすることによって問題を明らかにしていく。ですので、この運動というのは決して民営化した国や地域だけのことではなく、むしろそういったことを検討している自治体や国の人たちにむしろ伝えたいメッセージでもあるわけです。で、今日はですね、那須さんからいただいた お題の中に、水道だけではなく、もう少し広い意味での地方自治参加、そういった、その中に私は水道もあると思うんですけども、それも含めてと話してほしいといったことだったので、あえてですね、その水道っていうところだけにこだわらずに、今全ヨーロッパで私が関わっている運動の中で、フォーカス、なんでしょう、皆さんの参考になるような議論の参考になるようなことを少しずつ紹介したいと思います。で、最初に申し上げたいのは、これは何かそうですね、よく質問とかもいただくんですけども、何かそのヨーロッパの方がなんか市民的な参加だとか民主主義みたいなものが発展していて、それの、ね、こう成功事例として話しているという、そういうつもりは全くなくて、むしろ今日皆さんに伝えたい、お伝えしたいことの一つに、本当に切羽詰まった民主主義の危機というものがあります。で、これは25年から30年間の、非常に強い、新自由主義という、政策ですね。新自由主義というのは緊縮財政だったり、高度解体だったり、労働者の、賃金の引き下げだったり、公務員のそもそもの高で働く人たちの圧縮だったり、そういったこと、それで市場に全てを任せていくというような考え方ですけれども、これを基本的には30年間ベルリンの壁が崩壊して、からの30年間というのは新自由主義の30年間だと思っていいと思います。で、それを行ってきた、率先して行ってきたヨーロッパというのがどうなっているのかという、そしてその先ほど言った民主主義の危機というようなところまで行き着いています。で、今ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、極右とかね、ファシズムとか、そういった本当に極端な思想が台頭しています。危険なレベルまでに台頭しています。で、その背景にはですね、やっぱり普通の人たち、労働者の人たちがの不安だとか恐怖とか、そういったものをそういうですね、極右と言われるような勢力が非常に大きな受け皿になっているという現実があります。で、なので政治が今すごく二極化してるんですね。極右のような人たちがもうかなり国政のレベルで支持を得る一方で、もちろん、ちょっと今日触れますけども、ここ、半年ぐらいすごく大きな注目が集まっています。学生たちの、学校ストライキ、気候危機に対する学校ストライキという運動、日本にもユニットとかそういった力が出てきていると思いますけども、もともとは一人の、ね、15歳の、スウェーデンの、学生、グレダが始めた運動がヨーロッパ全体に広がって、私が今住んでいるベルギーなんですけども、そこでも一番最初にそのグレダの、運動の受け止めた、女性のですね、高校生3人か4人のグループがいるんですけども、この下の写真のこの周りにいる彼女たちですけども、彼女たちが、ベルギーでもやろうということになって、世界では金曜日デモなんですけど、ベルギーでは木曜日、毎週木曜日にブルッセル、最初はブルッセルでしたが他の都市でも集まって、これが、最初ので2000人ぐらいで始まったのが次の週に2万人になるような、この通りを埋め尽くすような大きな動きになってきました。で、これも今でも続いてますし、この気候危機というのが本当に政治的な課題に、ヨーロッパの議会でも世界でも政治的な課題に浮上した。そしてこれを訴えている中高生というのの本当に危機感ですね、っていうのが私たちみたいな上の世代から見ても本当に私たちの発言力とは全然違う力を持っていると思ってます。で、具体的に言いますと、やっぱり各国で彼らが政治を変えているというのはあると思うんですけども、ベルギーではですね、ちょっとベルギーの国政はあまり詳しく言うつもりはないんですけども、基本的には右派政権、ナショナリズムが強い右派政権が、移民とか難民のね、
危機とか危険とかそういうものを煽って選挙で戦うっていう手段をよく取るんですね、どこの国でも。でこれすごく特に高齢の方にはものすごく響く政策で、移民難民の取り締まりを厳しくすると、まあ、何でしょう、こう支持を得るというような状況があるわけです。でだけどこの若い子たちにとってはですね、移民難民の危機よりも環境の危機の方がよっぽど切迫しているわけです。で彼らはむしろインターネットとかを通じて非常にその多文化、多国籍、多言語の、ね、世界で生きてますので、そんなこう全然目に見えないような不安とかよりも、自分たちが本当に2030年、自分たちが20、30歳ぐらいになった時にその未来がないという危機感というのが、ものすごいメッセージがありました。そしてベルギーでは大臣を辞めさせるに至りました。そしてその後の地方選挙でブルッセル、ヘント、ルーベンといった主要都市で緑の党が大躍進しました。で、それからその後5月に起きました、EU 議会の選挙では、緑の党全体的に躍進したんですけれども、もともとは50議席だったものが67議席になるという躍進でした。ちょっともうちょっと大きな写真を見ると、この同時の選挙で極右も大躍進して、躍進してますので、決してこのがすごく楽観的な図ではないんですけれども、まあ、今回 の欧州議会の選挙をどういう一言で言うならば、基本的に初めてですね、中道左派、中道右派というのが今まで EU というプロジェクトを進行してきたんですけど、そこが初めて過半数割れしました。でなのですので、これからこの安定した、ね、EU 運営というのはこれから確実に難しくなりますし、ある意味その二極化した極右みたいな勢力、それから若い人たちに支持された緑の党というような非常に複雑な中で、EU というプロジェクトを運営していく。そしてご存知の通りイギリスが大混乱になっています。イギリスの、EU 離脱に関してそういったような本当に混迷しているのが、まあ、EU の、というレベルの政治ですね。で、次に行きましょう。さて、ちょっとその EU のところからですね、少しこの地方の地域の話に行きたいと思います。で、これは、この写真は、バルセロナの、地方選、すみません、スペインの地方選挄があった2015年、そこで、バルセロナコモンズという市民プラットフォームが初めて勝利をした時 のものです。でこの真ん中にいる女性がアダ・コラールという、市長でして、彼女は反貧困、それから住宅問題の支援のリーダーをやっていました。で、その選挙から4年経ちまして、つい、数ヶ月前に、地方選挙がありまして、下の写真の方がその時のものなんですけども、ここで、バルセロナコモンズは2回目の、選挙に挑みまして、1議席減らしたんですけども、基本的には第1党となり、をキープしまして、アダが、市長を、続投しています。でなぜわざわざこの1地域のですね、この、地方選挙を紹介するかといいますと、実はバルセロナというのは今ヨーロッパ各地で起きているミニシパリズムという、ミニシパリティというのが自治体なんですけども、ミニシパリズムというちょっと日本語がまだできていないんですが、イメージ的には地域主権主義のような感じですね。そういった動きがスペイン、フランス、イタリア、それからイギリス、ベルギー、いろいろな国で大きくなっています。でその一番こう何でしょう、トップランナーといいますかがバルセロナなんですね。で彼らが何を訴えて選挙にか、もともとですね、政党という形を取らずに、まあ、結果的には政党として登録するしかないんですけども、そのあえて新しいその市民によるプラットフォームとして選挙に挑んだとき、その時のヨーロッパ、スペインの状態というのはですね、先ほどの EU とも関係してるんですけども、まあ、緊縮財政の中で本当に地方が疲弊していると。それから若者たちに仕事がない、それから水やエネルギーといった全ての人に必要なもののが民営化したことによって料金がものすごい高くなっていて、そういったものを払えない世帯というのが 10% を超えている。そして住宅から追い出されるという危機的な問題がありました。特にバルセロナの場合は大人気の観光都市でして、今ですね、流行りのプラットフォーム経済といいますか、 Airbnb とか Uber とか
そういった国とかの規制を受けないような新しい、最初は、ね、シェアリングエコノミーとか言って大都市すごくもてはやされたんですけど、今となってみるとですね、何の規制も受けないそのプラットフォームエコノミーというのが、その国の経済をとか地域の経済を破壊しているような状況になっています。と言いますのも、そのAirBnB社というのは、まあ、民泊ですね、日本でいうとこの、基本的には普通の人に貸すよりも観光客に貸す方が儲かりますので、もうそれが目的に、どんどんその、民泊目的の住宅に変えていく、それからホテルの建設だとか、そういったものに対とにかく観光需要があまりにも高いので、それに合わせたね、合わせて普通の人たちが住めなくなっていくような、例えば家賃を少し改装して家賃を2万円上げるとかね、そういうことが多々起こってました。ですので、この人たちが選挙に出た時というのは、ですね、一番重要なことは人権、公共財、民主主義といったものがこの国とか EU に脅かされている今日、ミニシパリズムは地域で住人が直接参加して合理的な未来を検討する実践によって自由や市民権を、拡大しようとする、そういう運動として始まりました。ですので、彼らの重要なテーマというのは社会的権利、つまり水や、住宅や電気というのを全ての人がきちんと得る権利ですね。それから保育園だとか、そういったサービスをに対して、市政の中心にしていくといったような、そしてそこにはただ単に選ばれた人たちだけが議論をするのではなく、その住民がどのような形で直接的に参加しながら意見を言っていくかというような新しい試みもいっぱい始まりました。これはオンラインのプラットフォームを通じてとか、あります。今新しくやっていますのは、とにかく市政が、Google だとか、Facebook だとか、そういった巨大な企業ですね、情報企業に支配されないために、そこと契約を切り、自分たちでソフトウェアを開発し、そして市民のデータを守るという、このデータ主権という運動を最近は始めています。この市側で市民のデータをまず守り、その公共サービスを強化するために、良くするために、市民の人たちのから意見を集めていく参加型のデジタルなプラットフォームを作っていく。でもそれには Google や Facebook やそういったサービスとは全く一線を画して、サービス、データの保護と、それからオンラインによる参加、民主主義的な参加を促進するという、全くね、新しい取り組みも始まっています。こういったことをやっていく中で、このバルセロナにとって一つの大きな政策的な、成果といいますのは、かなり の再公営化を達成してきました。例えば保育園だとか、女性の、性的な被害を受けた女性の、支援プログラムだとか、葬儀サービスですね、全ての人に必要な葬儀サービス、それから、エネルギー公社を自治体が出資するエネルギー公社も作りました。これは、民間の、高い、ね、電気料金を払えない人のために利益を上げない形の、自治体によるエネルギーの供給会社をという選択肢を作るということですね。それから過剰な観光開発の規制、それから住宅を買い取って、そして公営住宅にしていく、こういったこともやっています。ですので、先ほど申し上げました社会的な権利を守るということを市政の中心に据えた中で、その戦略として、まあ、再公営化というのはその一つ、まあ、いろんなものがある戦略があるうちの一つというふうに考えられると思います。まして、こちらはですね、フランスの首都のパリ市です。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、パリ市は、2010年に、水道を再公営化した、まあ、言ってしまえばかなり象徴的な都市になっています。と言いますのも、巨大な水道グローバルの水道企業の本拠地がある場所なんですね。ベオリアとスウェズという会社が世界の中の大きなマーケットを持っていて、日本にも進出してますけども、ここの、まあ、本部がある場所、そこで1985年から始まった民営化の中で、いろいろな問題が、出まして、その一番の問題は不透明性だったんですけども、不透明性というのは財政とかそういったものの不透明性、自分たちの払っているお金、まあ、元々は税金ですね、それがきちんと
適切に使われているかというその情報が得られなくなったというのが最大の動機でした。まあ、詳しくはいろいろパリについてはいろいろ書き物もありますので、今日はその後のことについてちょっとお話ししたいと思います。2010年に再公営化をしてちょうど約10年経っています。それで私も参加したんですが、そのシンポジウムが今年の3月にありまして、じゃあパリの、ね、水道公社は10年何ができたのだろうかという討議をしました。でその中ではね、ただ単に自分たちがよく頑張ってるとかよくやってるっていうことじゃなくて、あえて挑戦的な課題、例えば気候変動問題、それから難民の人権問題、そういったものに対してパリの水公社は何ができているのかという非常に自分たちにとって厳しい課題を設定していました。でパリはもう再公営化してからですね、コストの削減にも成功しましたし、新しく職員もたくさん雇って専門職、生態系を守るようなね、今までいなかった職員を雇ったり、投資金額もすごく大きいですので、それに対するね、もう公的な評価も出てまして、非常に高い評価を受けています。国連でも受けてますし、何ですか、オーリットだから、国の監査ですね、監査の評価も非常に高い評価を受けています。そういう中でそのパリの、公社がただ単に経済的な効率性を追求する水企業として素晴らしいというのではなく、このパリが世界を魅了し続ける理由というのはですね、その、効率的な運営を前提とした公社を貫く社会正義と環境保護への信念、そして常に革新的なイノベーションに挑戦する公営企業の姿勢というのが多くの人を引きつけています。例えばどういうことかと言いますと、公的そもそもですね、民営化のコンセッションと言われるような民営化 の契約というのが25年から30年です。でこれはビジネスとしては非常に長いんですけれども、公的な水道を管理していく期間としては短いんですね。その水道というのは100年、150年の単位で見ていかなければいけない。そしてそれにはただ単にパイプ屋さんではなくて、その水源を守っていかなければいけない。そしてその、持続可能な開発計画、SDG ですね。それから気候変動問題、いろいろな国際的な災害に関する、協定だとか、いろいろな都市としてね、いろんな大きな、これから課題はどんどん大きくなっていくわけですが、水道というのはことを通じてそういった国際的な社会的な課題に積極的に取り組んでいくという非常に長期的な計画を立てています。 ですので水源地を守るために、水のね、質というのは水源が良ければ水のを作るコストというのは下がりますので、近隣の農家の方たちとパートナーシップを組んで農薬を減らしていくとか、そういった地道な取り組みをして、生態系を回復させることにお金を使っていくような、これはもう本当に企業の利益だけを、もう追求しなければいけない企業にはなかなかできない、そういった計画です。その中で、ちょっと面白い近年の動きなんですけれども、この写真にあるのは、これは水のこういった自分の水筒に給水できる仕組み、これが今パリに200あります。でその200の、そのうちの10基は炭酸水、冷たい炭酸水がもう今年初めて、去年初めて導入されて非常に人気が出てるんですけども、これがどんな、そもそもみんながこういうのがもっと欲しいっていうのが出てきたんですが、これはその、校舎を超えてパリ市そのものが参加型予算という、仕組みがを2014年から始めました。でこれはもしかしたらご存知の方いると思いますが、ブラジルとかで始まったものでして、その参加型民主主義を、実施する一つの手法としてあります。これどういうことかと言いますと、市には当然大きな予算があるんですけども、パリの場合は約1兆円があります。そのうちの投資予算その一部というのの、そのうちのまた一部、この場合は、パリでいうと、全体がその99億円ぐらいのお金なんですけども、これについては住民が自分たちがやってほしいと思うことというアイディアを提案して、そしてそれが選ばれたらみんなで議論をして、そしてオンラインで投票をして、それに選ばれたアイディアというのに対してその市の予算がつくという仕組みです。
で、それがですね、パリは実は今のところ世界で一番の規模になった。99億円というのは多分これは世界で今一番の規模じゃないかと言われてまして、その中にこの公的な場所に給水施設を作るというのもありました。ですの でこれが結果的には選ばれて、それの実施を行うのが公営企業であるオデパリが実施をするというような、公的な企業とそれから市行政と市民というのが、とても有機的につながって、そして市民の思いを形にする可視化が可能になっているようなところが面白いかなと思いまして紹介させてもらいました。で、それの200のスタンド以外にもパリ市には1000の噴水があります。これ噴水って、きれいじゃんっていうレベルの話もあるんですけども、そのためにやっているわけではなくて、この噴水というのはですね、日々毎日街の中に、流入入ってくる難民の人たち、それから生活貧困者、ホームレスの人たちの最後の水の供給の砦となっています。ですので、そういった人たちの人権を守る、これは水道料金を払うとか払わないとかではなく、払えない人たち、住宅がないような人たちの人権を守るための噴水ですので、冬の間も凍結させない、この線の噴水をきちんと管理していくのも公社の仕事となっています。はい、またちょっと場所を少し移しまして、このテーマもちょっと動くんですけども、これはドイツの首都のベルリンです。そしてちょっと住宅の話を紹介させてください。と言いますのも、この、住宅をですね、住宅問題と言いますか、これも東京でも非常に大きいと思いますし、大都市では例外なくその住宅がどんどん高騰していたり不足していたりという問題は、程度の差はあれになると思うんですけども、基本的にベルリンの住宅事情を少し言いますと、基本的には先ほど言いました25年の新自由主義の間に賃貸の住宅市場というのは 50% が公営住宅だったんですが、この25年間の間にそれが半分になりました。そして結果的にはその、ベルリン市がどんどんこの住宅を売っていくわけなんですけども、その受け皿となったのが非常に大きな不動産企業です。で、ベルリンは特にひどくって、ですね、その不動産業がものすごい独占状態になっていまして、それで例えばここにありますドイツボーネンキャンペーンというのが生まれたんですが、これドイツボーネンっていう不動産屋さん、ここは11万世帯のアパートを所有していて、それを賃貸で貸しているわけです。で、その11万というのは非常に大きな数、これやっぱり独占が進んでいくと、価格いくらいろんな規制をかけて住宅の賃貸価格を規制しようとしても、その地区全部その一社が持っているような場合になって、そういう場合も出てきて、そうすると値上げとかがの規制の網にかからなくなってくるんですね。そういう中で、ベルリンは比較的普通の人とか学生が住める街であったにもかかわらず、去年1年間で住宅が 20% 上がってしまったという状態になった。そういう中でこの住民投票提案というのが出てきました。この、ドイツ・ボーネンキャンペーンというのがファイナンシャルタイムズとかもいろいろな新聞とかでも取り上げられているんですけど、何が画期的かというと、ベルリン市政府が3000以上のアパートを所有している、不動産屋さんから強制的にその、アパートを買い上げるという提案です。で、これを住民投票で署名を集めて、これはちょっといろんな住民投票の仕組みがあるんですけども、ドイツの場合は住民投票基本的には法的な拘束力がありますので、住民投票のための署名が集まって、住民投票が成功する、つまり過半数以上の人が支持する、特定の数に達すると、これは法的な効果が発生します。ですので、これはですね、ものすごいいろんな人が戦々恐々としてるんです。つまりこれがドイツで成功してしまうと前例となる可能性がありまして、特にこういった不動産といいますか、その建物とか土地とか今まで極度に投機の対象になり、そして、極度に金融化していますね。これ東京だったら、当然皆さんそういう中で私たちは生きてるわけですけども、それをその市の貢献力を持って買い取り、そしてその民主的に管理された市公団を、住宅公団を新たに作り、
その講談、それに関しては価格、すべての人、まあ、基本的には規制された値段で比較的安く貸すということですね。まあ、基本的にはこの強制収用というのはですね、まあ、資本主義の中ではご法度ですので、ご法度というかそれだったらダメでしょうというすごい共通認識が全ての個人の中にも通貫していると思うんですけど、私たちが今言っているのは、なんで民から公に行くと、もうこれはもうほとんど違法で、もうそれしたらベネズエラじゃないかとか言われるわけなんですね。だけど公から民には常に移動しているんです。資産というのは、行政というのはいろんなもう土地とか建物とかどんどん売ってます。これはヨーロッパの話ですけども、イギリスとかすごい金額、もうとにかくお金がないので売るしかないんですね。そういうことが起きているので、それに対して誰も疑問を持たない。なんで公民 の財産を公が買うと、この資本主義の異端児というか、もうルール違反になるのか、そういったやっぱり私たち自身がもう信じて疑わない、ね、価値というのを根幹から問っていく、そういった意味でこの、キャンペーンはいろんな意味で脅威、資本主義陣営に対しての脅威ですし、私たちのような市民運動だとか市民の社会的な権利を守る運動としては非常に注目している、そういった面白い動きですの で、まあ、これが成功したらおそらく日本でも報道されると思いますので、少し注意して見ていただけたら嬉しいです。さて、また場所を変わりまして、こちらはイギリスなんですけれども、イギリスはこれはちょっと国のレベルで少しだけさらっと触れると、まあ、1980年代から、お国を挙げて非常に強く深く、全てのサービス、公共サービスを徹底的に民営化したお国です。まあ、サッチャーさんのがですね、首相の時もに、温度を取ってやったプロジェクトで、まあ、それが基本的には世界に広がっていったわけですので、まあ、本家本元といいますか、なんですね。そういう中で基本的には電力、交通、郵便、それからもちろん港だとか道路、そういったものが 100% 水道が完全民営化されました。唯一残っているのが、国民、医療 NHS という、医療なんですけども、それ もうそのかろうじてそこだけは公として残っていますが、中身の実質とサービスの提供の部分はかなり民営化されていまして、ここが最後の砦となっているのがイギリスです。で、この写真に写っていますのは、これはですね、今野党の労働党の大臣たちなんですけども、ここに書いてあるのは、We are taking back our water と書いてありますが、私たちの水を取り戻すんだというふうに、まあ、大臣、これ与党じゃないですよ、野党の人たちの、トップの人たちが言ってるわけです。で、これはどういう背景があるかと言いますと、イギリスの水道が、まあ、日本でもね、つい最近までで民営化の成功事例だと言って、本当に、まことしやかに、知識人だとか政治家が言っていたんですけども、その実はですね、全くこれはもう新自由主義者でもほぼサポートできないぐらいの大失態になっています。まあ、一言だけそれを言わせてもらえれば、基本的にはですね、イギリスの水道全完全民営化、資産もですね、これサービスだけじゃなく資産も民営化しまして、全部今まで28年間ですね、行ってきたんですが、基本的にはゼロからスタートした債務、売った時にはまた国が全部出してゼロにしたんですね、債務を。それが28年経った今、大体 7.4 兆円の債務、全部水道会社が持っています。なんでそんなに債務が持っているかと言いますと、これはですね、そのイギリスの中で、とにかくお金をどんどん借りて、それで、その利子も含めて、まあ、水道料金で徴収するんですけども、それをほぼ同じ金額を株主配当として28年間で出しています。ですので、今大きな話題になっ批判の的になっているのは、これは全くお金を借りずに水道運営ができたはずなのに、あえて借りて借金を膨大にして、それで配当金を出し、そして金融機関が儲かるためにその多額の利子というのを、まあ、これ 10% とか 8% とか 10% です、利子が。それを、まあ、水道料金に転嫁させた上で28年間運営してきた。
というような、これはそういうモデル、ビジネスモデルを作っていったわけです。そういう中で今ですね、その10人の水道会社のトップ CEO が、ちょっと前のメイ首相の5倍の給料をもらっているというような、ものすごい多額な給料をもらっているだけでなく、株主配当というのが極度なレベルまで株主配当しているという状態、そういう中で、イギリスの水道料金は高く、そして漏洩率、水が漏れている率というのは 25% から 35% という日本とは比べ物にならないぐらい高く、そして下水処理、環境を、ね、守るためには下水処理とかに対して投資をしなきゃいけないんですけど、それは最低限のレベルでしか進まなかったという、本当にこれはね、世界でも有名な民営化とはこういうことだということをよく示している究極的な民営化というのはこういうことだというのを示している例だと思います。そういう中で今野党の労働党、これ野党自身も責任がありまして、ずっとこういった政策をやってきたんですけども、2015年になって新しい党首ができてから出てきてから随分事情が変わりました。それについてもちょっ と触れていきたいと思います。この人がですね、今労働党の党首ジェレミー・コービンっていう人なんですけども、この人が、新しい政策を掲げて2015年に党首になってから、実は労働党が今激変しました。で、彼のいろんな政策があるんですけども、その一つ の非常に人気が高かった政策が、先ほど言いました水、電気、交通、郵便、その国のすごく重要な産業の国有化です。これだけでもなくて、例えば2050年までに全てを自然エネルギーにするだとか、労働者が、民間企業の株の一部を所有するとか、すごく画期的な政策をいっぱい出してるんですけども、一言で言うと、こういった、社会主義的な政策が若者たちに支持されたんですね。40歳以下の若者たちで今すごく人気があって、その人たちが支持したおかげで彼のリーダーシップというのが確立された。そして今総選挙が起きれば労働党が勝てるぐらいの可能性が非常に強くなってますが、そういった新しいイギリス政治の状況が生まれてきています。で、もう少し具体的なお話なんですけれども、これもちょっと水のだけを超えまして、自治体ですね、自治体が行っている、サービスで、いろんな多岐にわたるサービスがあるんですが、例えば学校給食だとか清掃事業、セキュリティ、それから住宅サービス、公共の場所の、グリーンですね、公共の、緑の管理だとか、建物、スポーツ施設、文化施設の管理と、非常に自治体というのはいろんなお仕事をしているんですけれども、あと重要なことはゴミの回収ですね。で、それで、イギリスの自治体はですね、過去20年か25年の間に、とにかくアウトソース、委託しなさいということを常に言われてきたわけです。で、緊縮財政、先ほど言った緊縮財政の中で自治体への交付金が場合によっては 50% とか減らされています。ですので、自治体としてはサービスを提供したくても、もう自分たちの独自ではできないというような本当に過酷な状況になっています。ところが、この最近のこの調査ですねが出たんですけども、2016年から2018年の間に2200件のインソース、アウトソースの反対ですね、委託したものをもう自分たちの手の元に戻して自分たちの中でやっていく、職員を雇ってそこの計画を立てて自分たちで提供していく、そのインソースというのを220件が報告されました。その背景には何があったかと言いますと、実はその自治体のサービスを自治体サービスをすごく受けている会社というのが何社かあるんですけど、その2社が倒産したんです。一つはカリビオンという会社、もう一つはちょっと忘れちゃったんですけど、だから倒産しました。で、これでですね、そのカリビオンに関しては245件ぐらいの契約を受け持ってましたので、いきなりその自治体何でしょう、サービスを供給する人がいなくなっちゃうみたいなね、その後に受け継ぐ会社がちゃんと入ってくるんですけども、そういう中で自治体がこの今までやってきたこの、アウトソースというのは本当にもともと言われたようにそのコストの低減につながっているのかというような疑問が発生してきました。実際問題、皮肉なことにこのインソースをの動機になっているのは、アウトソーシングの値段が、委託の値段がどんどん結果的には上がってきて、もうお金がないからむしろアウトソースできないという非常に逆説的な状況になってきたわけです。ですので、
もちろん意識的にね、自分たちの意識的に自分たちでサービスを直接供給しようという自治体もありますけども、そうじゃない自治体もありまして、どちらかというと財政的な理由でインソースしていく。例えばリバプール市は自治体の自分たちの会社を作り、ゴミの回収を、することにしました。で、ロンドンの、自治区ですね、この大田区のような特別区、23区と同じような感じでロンドンには自治区があるんですけども、その、イスリントンという一つの、区ではですね、2011年に、厚生委員会を設立して、今までの最高の420億円規模の自治体サービスのインソースに成功しました。その中で新しく1200人のスタッフを雇って、そして、その結果としてですね、その1200人のスタッフを雇うというのは市が雇うわけですので、当然その、非正規とかそういう労働者をに一番安い形ではなく、きちんと年金を払って、自治体の、労使条件の下で雇われる人たちですね。なのでもちろん労働条件は向上させまして、賃金も改善し、そして全体として17億円 の 節約に成功しています。具体的にはビルの清掃、住宅改修のメインテナンス、ゴミの回収とリサイクル、公共スペースのメインテナンス、そういったことをインソースしました。そしてそれが成果を上げていて、とても注目されています。もうちょっと進みましょう。先ほども、それが国全体、これは自治体サービスというのは当然自治体の決定です。で一方で、先ほど言った水道だとか電気だとか、交通とかそういったものっていうのは、電気に関しては送電線というのは各地域で、配電になりますと国になりますので、基本的には自治体だけでなかなか決めれることではないですよね。で水道に関しては日本は自治体が原則ですけれども、イギリスは結構地方集権化が進んでまして、10地域に国が分かれ、州みたいな形で分かれていて、そこでやってるので、やはりこの一つの市とかだけでは政治的な行動はできないんです。そういう中でやっぱり国政というのは重要になってきます。でこの中で先ほど言いました自治体のアウトソーシング、インソーシングの話なんですけども、この7月、まさにこの7月に、労働党英労働党が新しいレポートを発表しました。私が日本に来る直前でこのレポートを見たときにすごいと思って、日本にも紹介したいと思ったんですが、これはレポートの名前が自治体サービスを民主化する21世紀のインソース計画というものです、ね、これは一言で言いますと、どういうことが書いてあるかと言いますと、今まで長らくトレンドであった自治体の企業へのアウトソーシングを転換し自治体に戻そうというものです。具体的には施設、ゴミの収集、学校給食、清掃、公園管理、文化施設などの維持管理、先ほど言ったようなものですね、私たちの生活に非常に関係のあるさまざまなサービスというのを、これは契約期間がありますので、契約期間が終わった時に、その時には自治体でインソースすることを検討しなさいと。でもしインソースができない特別な理由があるのみ、ある時のみ、住民にアウトソースしても住民に利益がある、財政的な利益があるという場合のみアウトソースしていいですよというような、今までと反対の方向になったわけです。でそのためにですね、国というのが人材育成だとか、そういった公的なセクターのキャパシティですねを回復させるための、ことに対して国が支援しますというような、政策です。これ言ってしまえば私たちからすると本当に180度転換でして、金融主導、利益最大化、投資家、配当還元第一の経済から地域、労働者、コミュニティ中心の経済へというような大きな流れがあるんですね。これは私たちは経済の民主化というような運動を今やってますけれども、地域のお金が外に出ていく、特にイギリスの場合は大金融国ですので、金融、世界の金融の、拠点があるロンドンシティという非常に全く透明性のない、タックスヘイブン直結みたいな場所がありますので、そういったところにお金がどんどん流れていく仕組み、これはもう自治体サービスのお金というのはみんなそこに最後は吸収されていくんです。これ PFI とかね、官民連携とか PFI はこれ日本語で言うとすごく長いんですけども、民間を処方を使った
公共施設の設置ですか、そのようなパブリックファイナンスイニシアチブですけれども、これそういったものを、ここ30年間やってきたんですけれども、その、お金というのは基本的には金融業界に行くわけですね。そういったものをもうやめようよと、地域のお金、税金、それからそういったものをちゃんと地域に還元するようなね、そういう経済を作っていこうよというのが根底にあると思います。でその中で自治体や自治体サービスが果たす役割というのは、実は私たちが思っている以上にとても大きいんですよというところに、このレポートは、言及しているわけです。さてそれに、続く、ところで、これも今のお話に関係するんですけれども、これは、ですね、プレストンという都市を紹介させてください。ランカスター地方、先ほど出てきたのはロンドンですけども、大都市ですね。ランカスター地方の12万人都市です。でとてもちっちゃい都市なんですけども、実は世界で今注目を集めています。なんでかというと、この非常にね、緊縮財政に苦しんだ、この言ってしまえば廃れつつある地方都市、平均寿命が66歳から82歳、これ平均寿命にこんだけ差があるってすごいよくあることなんですけど、地域によって所得の高い地域は平均寿命80、82歳、同じような同じ都市の中でもそうじゃない地域は66歳、こういった格差というのが本当に深刻になっているのはイギリス社会なんですね。そういう中で3人に1人の子どもは貧困家庭というような都市でした。そのプレストンが、ですね、すいません、そのプレストンが、2011年にコミュニティウェルスビルディング、これ後でもうちょっとちゃんと説明しますが、こういった新しい、政策を始めました。そうなんで今どうなったかというと、ちょっと2018年に、プライスワーターハウスクーパーという会社ありますよね、何ですか、あれはコンサルタント会社というんですか、そこが、言ってしまえば資本新自由主義で一番儲けているような会社ですけども、そこがした調査で42都市の調査をしました。その中でプレストンが1位に輝いたんですけども、何に輝いたかというと、最も急速に改善を達成している都市の1番に選ばれた。その中には、その指標というのは、雇用、賃金、健康、収入、スキル、交通、環境、このようなところに住みやすさというので、1位に輝きました。でこれは急速にですので、全体の総合評価はまた別なんですけども、短期間の間にそれを達成したということです。さてじゃあそのプレストンのちょっと秘密は何だったのかというのを見てみましょう。先ほど言いました、コミュニティウェルスビルディングという、コミュニティのウェルスというのは富ですね、をビルディング作っていくという考え方です。でこれは例えば日本語で言うとですね、保守的経済、インクルーシブエコノミーだとか、そういったものが近いのかなと思うんですけれども、基本的には地域の経済発展を通じて格差や不平等解決に取り組む方法です。もうちょっと具体的に何をやるかと言いますとですね、この図が、まず最初にこの図を見てもらうと、ちょっとですね、ここにごめんなさい、ここですね、ここが自治体ですね、自治体がありまして、それから、これは農非営利の、企業とかそういったものがあって、ここにコミュニティ住んでる人、コミュニティがいて、でこれが協同組合です。ワーカーズコレクティブっていうのは協同組合ですね、労働者が所有している形のビジネスのあり方で、ここが重要なんですけど、アンカーインスティテューションと書いてありますが、これが、公的な、主要機関のようなイメージです。例えば病院、大学、警察、美術館、図書館、そういったような、特に大学が大きいんですけども、こういったその行政、市が持っている機関、そして独立で経営しているようなところですね。でここ特に病院とか大学っていうのはものすごい量のサービスと、物とサービスを購入しています。でこの、アンカーインスティテューションですって、機関公的組織を12個、特定しました。でその12個の、機関組織の公共調達というのを、公共、調達の仕組みを変えました。
大体この12の、機関組織の、購買力の総額が年間1500億です。で、このですね、サービスと物の購買力というのを地元経済に向けるという、まあ、基本的には別にすごくか何でしょう、このびっくりするようなアイデアではなくて、そういった公共入札をするときに、地元の特に、労働者が所有するような形態、もしくは日本でもコープですよね、コープ運動、正確、ありますけども、非常に歴史のある消費者が所有する形、労働者が所有する形というような、資本家が、ね、持つんじゃなくて、多くの人が少しずつお金を出し合って、所有するような形の、共同組合というのに積極的を、それからそういったものを積極的に作っていくということも含めて、この機関組織と行政が行うわけです。それによって、まあ、当然なんですけども、先ほど言いました、例えばですね、この市の自治体のカフェテリアの食料の予算って、ここの場合2億円なんですね。この2億円が地域に落ちる、そしてそこで例えば地域で作られた この市だけじゃなくて周辺の地域で作られたものを、ね、購入するといったようなそういうことですね。でコミュニティウェルスビルディングが2011年に始まってから、新しい雇用が4000、創出されました。でこの雇用というのはやはりこのただ単に時給でお金をもらうというようなね、そういう雇用ではなく生活を保障された雇用の形です。これが4000創出されました。そしてこの小都市プレストンというのがこのによって先ほど言ったような成果というのをかなり短期間の間に出すことができた。ですのでこの公共調達の力というのが今見直されています。でそこの透明性を確保しながら積極的に、地域の、経済に投資していくような考え方ですね。それがこのプレストンがイギリス全体の地域経済活性化と民主化のモデルとなっています。でこれにプレスこれを労働党が一つのモデルとして今支援していますので、ですので先ほど言ったようなロンドンの、イスリントンだとかハクニーとかそういった区とかでもこのコミュニティウェルスビルディングというのを、実施しているわけです。そうですね、共同組合や非営利地元ソーシャルビジネスの設立の支援、先ほど言いました。それから働く場所の提供、積極的な公共調達政策、それによって、プレストンの、お金の流れを変えることによって成功した、成功している事例です。でこれはもともとはアメリカから学んの一つの地域の、クリブランドというところから学んだんですけども、ここを支援している NGO がありまして、その NGO の人たちとクリブランドの人たちが一緒になってね、彼らに助けを求めながらもともとは導入した。ですのでやはりこの何でしょう、高校連携というんでしょうかね、高と高の、だからこそできる連携というのがありまして、やはりこのプレストンモデルをみんなが見に来ている、そしてそれをプレストンのモデルをもう一回のところでやってみようと思うようなね、そういう今そういうダイナミックなネットワークのような形になっているわけです。時間もそろそろ、すいません、最後に最後になんですけども、最高栄華の、調査を私、いろんな仲間たちと特にここ5年間でやってきまして、今日皆さんに、後で配布資料も少しあったりするんですが、全体として、ね、どんな動きになっているのかというのをちょっと1分間のビデオがありまして、それを共有させてもらって、ちょっと皆さんに感じをつかんでもらえればと思っています。Thank you.
みませんでした。ちょっと不手際がありましたが、まあ、一言で言いますと、まあ、世界中のいろんな事例を調査してまとめて、そこで、ね、起きているようなことを紹介したいというふうな、ことです。それでこれは幸いなことにちょっと日本語にすることができまして、今日本を少しお持ちしましたので、もしご興味のある方は後ろのテーブルで、お求めください。まあこれの要約版すべてインターネットで公開しています。で、私たちがやってる調査というのは、いろんな国の、それからいろんな自治体の議員さんだとか市民の方とか労働組合の方に読んでもらって参考にしてもらいたいという気持ちで作っていますので、全ての情報はインターネットで公開しています。で、最後になりますが、最高齢化というのを今日の一つのお題でありますけれども、これは小さな一つのアクションでありますし、あとはすごくこう、なんていうのかな、時にはちょっと専門的なこう所有が変わるというね、専門的な話ではあるんですけれども、これは先ほどちょっと見ました、やはりこのミニシパリズム、その地域の人たちの主権というのを中心にした自治体の政治の在り方、それから先ほど紹介してましたコミュニティウェルスビルディング、地域の中の経済、地域の経済というのを民主的に運営していく、そういった新しい、まあ、新自由主義に対抗するようなね、新自由主義とか国家主義とか国家の強権的な国家に対抗するような、まあ、市民と自治体の運動の一つの具体的な戦略として最高齢化というのがあるのではないかと、私たちは考えてまして、そういったところで具体的に世界で の人たちと連携していきたいというふうに考えているところです。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょっと簡単に私の方から地元の大田区の話であったり、あるいは、岸本さんのお話の中から、いわゆる一般的な行政、日本の状況と関連することについて少しお話しさせていただいた後、10分ほど休憩をさせていただきまして、その後質疑に入りたいと思います。で今の社会の課題というと、皆さんはどのようなことをお感じになっていらっしゃるでしょうか。先ほどの岸本さんのお話の中でも格差という問題があったと思います。私たちは今深刻な格差の拡大という問題に直面しているわけですけれども、格差がなぜ広がるのか、でそこに政治がどのように関わっていくのかというときに、当然格差が広がるということは、富の分配がアンバランスになっていくわけですね。お金持ちはよりお金持ちになり、持てない人たちが、より持てなくなっていくというのが格差の拡大なわけですけれども、この格差の拡大に対して政治はどうやって格差を縮小あるいは是正することができるのかというと、2つの大きな格差の是正の手段があります。一つは税金を集めるということですね。ですからお金持ちからはよりたくさん集めて、でそうでない人からは集めない、あるいはより少なく集めるということをすると、広がっている格差は是正されます。でもう一つの格差の是正の方法は、その集めた税金をどのように使っていくかということだと思います。でこの使い方において、多分今日お話しいただいているこの民営なのか公営なのかということがとても重要になるのではないかと思います。ですからいくらお金持ちからたくさん税金を集めても、それをお金持ちのためにたくさん使ってしまえば、拡大している格差は是正されないわけですね。で本来集めた税金はその、もちろん一人の人が道路を作るわけにはいきませんから、みんなが必要なものに対して、投入されるというのもありますけれども、もう一つが社会保障だと思います。でこの社会保障の分野において、日本は2000年に営利企業
株式会社の参入を許すことになります。ですから本来、集めた税金で社会保障を行うと格差が是正されるはずなんですが、是正されるべき格差を営利企業株式会社に、社会保障を提供させてしまうと、本来は、低所得者層あるいは困っている人たちに提供される公共サービスが、提供される人が低賃金になっている。しかもそれを営利企業という株式会社が担いますから、株式会社の株主が税金の一部を利益として得るようになるので、社会保障をやればやるほど一部の、高額所得者がより、お金持ちになり、そしてそこを担う人たちの中に低所得に悩む人たちが出るということで、社会保障を営利企業民営化をすることによって期待される格差の是正が期待されるほどではなくなってしまうという問題があるわけですね。で、特にあれですよね、岸本さんは日本が民営化っていう言葉を使ってきたっていうところに、どのように感じられるかと思うんですけれども、今日皆さんにお配りしたこれ、水道の民営化の資料なんですけれども、この一番下のところに民営化を英語で言うとプライベタイゼーションっていうんですけれども、このプライベタイゼーションって聞くとちょっとニュアンスが違うんじゃないかなと思うんですね。私たちが民営化の民っていうと民主主義の民っていうイメージもありますので、とてもこういいイメージに聞くわけですけれども、こちらにその英語の訳というか説明があると、 The process of selling companies or organizations that are owned by government to provide investors、 結局は投資家に公のもの、私たちのものを売り渡すこの過程が民営化であるという、この訳を聞くと、あ、なるほどと思うわけですけれども、私たちはこの間民営化っていうことが、そのお給料が高くて感じが悪くて働かない公務員がやるよりはその民間がやった方がいいサービスが提供されるのではないかという、このイメージのもとで進んできてしまっていたために、現実の民営化でどんなことが起きたのかということをきちんと検証せずに今日まで来ているのかなというふうに感じています。で、この右側のところに、公共分野の民営化というのが構造改革や規制緩和や地方分権っていう名のもとに行われてくるわけなんですけれども、そういう意味では地方分権っていうことでの、今日も岸本さんのお話にもありましたけれども、自治体の民営化の影響というのは非常に大きいものがあります。なぜかというと、地方分権によって社会保障の責任が、それまでは国が責任を持って担うという仕組みになっていたわけですが、地方自治体、例えばここですと大田区なんですけれども、隣の例えば川崎市、横浜市、町田市という基礎自治体が社会保障の責任を担うようになるために、自治体の中には社会保障のサービスが足りなくても、税金をそれ以外のところに使うところが出てくるようになりますし、社会保障の担い手として行政ではなくて営利企業にどんどんと民営化や民間委託をするということになります。で、実際にじゃあ民営化で安くなったかっていうと、安くはなってないわけですね。で、例えば保育園の民営化について言えば公定価格というのがありますので、公立の大田区ですと区立の保育園であっても、あるいは株式会社の保育園であってもほとんど総コストは変わりません。ところが、現場で働く人のお給料は公務員の保育士さんと民間の保育士さんでは大きく違いますので、その差額はどこに行くかといえば企業の内部留保であったり、あるいは利益に回ってしまうということになるわけです。しかも、例えば株式会社が土地を買って建物を建てて
保育園を作ると、そこに対しても税金で公定価格が毎年支払われるわけですが、最終的に出来上がった保育園の土地や建物というのは誰のものかといえば、株式会社の場合には株主の資産になりますから、途中で株式会社の保育園、株式会社の保育園が保育事業をやめると、株式会社の手元に残る土地と建物は株主の資産になってしまいます。一方で公立の保育園を私たちの税金で作れば、その土地や建物は自治体の財産ですから私たちのものなわけですね。営利企業が福祉を担うというのはこういったことが起きるということにもなるわけです。で、現実に今、大田区などでもどこの自治体でもそうだと思いますけれども、民営化や民間委託をすることによって経営内容が不透明になっています。これはフランスのパリ市のアン・ルストラさんが元の副市長ですけれども、民営化から再公営化した時にその経営内容が不透明になるということを指摘なさっていましたけれども、これは現実に今自治体で行われている民営化においても経営内容はなかなか見せてもらえません。事業者の選考において複数の事業者から一つの事業者を選ぶ場合のプロポーザルの内容についても、選考して選ばれた事業者についての提案内容についても企業のノウハウがあるからということで提供されないことはたくさんありますし、一方で落とされた企業についてもどこの企業が落とされたのか、表に出ることもありますけれども出されないということが、かなり多くあります。でもちろん落とされた企業についての提案内容も公になりません。ですから本当にどこが良くてその事業者が選ばれたのかも行政に白紙委任するような形になりますから、私たちは行政に任せているからなんとなくいいのかなというそんな程度の話であって、確信を持って民間になったことによってどこが良くなったのか、ノウハウがどうなったのかも分かりません。現実に一つ一つの事業について丹念に調べておりますと、行政側からはどんどんとノウハウがなくなってくるために、民間事業者のどこがいいから何を見て選ぶべきかということも職員は分からなくなっていきます。大田区でも、2004年だったでしょうか、指定管理者制度が始まってからもうすでに15年近く経ちますけれども、それによって当初の選考の時にはやはり民間の事業者を選ぶということで緊張感を持って透明性もそれなりに確保されていましたけれども、長い期間かけていくうちに、そういった透明性もどんどんと劣化していますし、また、事業者を選ぶポイントも、形骸化してきてなかなか分かりにくくなっています。その上民営化や民間委託においても規模が大きくなっているというのも大きな問題ではないかと思います。これは背景には先ほども新自由主義というお話がありましたけれども、グローバル資本が入ってくる、そういった背景もあるのではないかと思っています。例えば大田区の建設工事の発注についても一つの事業を発注すれば、例えば区内産業が受注する機会が得られるものも複数の工事をセットにして一括で発注することによって金額規模を大きくすると、いわゆる大手ゼネコンが参入するというようなことも始まっています。で、その上、公民連携といった言葉も出てきていて、包括的な協定を企業と結ぶことによって自治体内の課題について、行政と企業とが対等に話し合いをしながら事業者にその解決策を提案させて事業者に解決させるというようなことももう大田区では始まっています。ですから、先ほどの、どこでしたっけ、労働党が提案をしているのと全く逆のことをもう本当に何週遅れか分かりませんけれども今大田区では始めていますし、これから日本で企業に対して何でもいいから自治体の課題について見つけたらそれを解決しなさいと、その事業について任せますというようなことを議会の議決もなしに行うというようなことが始まろうとしています。たった1本の協定書を行政と事業者が結ぶことによって
まあ、行政内のありとあらゆることについてのビジネスチャンスを民間企業が得られる可能性があるような仕組みをもう大田区では作り始めています。例えば安くならないという事例で言えば、大田区では池上図書館という池上の駅から5分ぐらいのところにある図書館ですけれども、これは今から10年ぐらい前に大田区が、そのビルを借りていたんですね。ところが借りるよりも買った方が安くつくからということで買いました。ところが、買ったんですけれども、今度は駅のすぐ上にできるビルがあるので駅から近い方が便利だからということで、駅ビルの中の床を借りて図書館を移転させることにしました。で、結局10年間の賃料と、その床スケルトンで借りるので内装工事にかかる費用を足すと、去年、同じ規模で作った図書館の建設費用よりも高くなっちゃう。だからほぼ同じ金額で建てられるだけのお金を払って延々とその家賃を払い続けるというようなことも行われるようになっています。民でできることは民でと始まったわけですけれども、民営化というのは民間企業が行うようなことにまで官が参入するということも始まっています。で、例えばホテルなんていうのは民間がやればいいことなんですけれども、大田区ではホテルを建設してそれを民間事業者に多分指定管理者制度で運営させるなんていうことも始まっています。まあ、こうした形でありとあらゆる公が担ってきた分野を民間企業の新規参入分野として自治体が場所をというか事業をビジネスチャンスを提供し始めようとしているわけです。で、今一番私たちが直面している深刻な問題は私たちでは決められなくなっていることではないかなというふうに思っています。本来さまざまな問題について税金が投入される場合には議会で議決をするということが行われるわけです。で、まあ、皆さんの中には議会はちゃんと機能していないんじゃないかとか議員には任せられないという気持ちもあるかもしれませんけれども、それでも私たちが選挙で選んだ議員が選ぶということにおいては私たちの選び方が変われば私たちの意思がその意思決定に反映される可能性があるわけですけれども、今議決が不要な案件が増えています。最近非常に驚いたのは協定を結んだことによって本来入札すべき多額の工事契約を入札せずに、まあ、民間事業者に行わせるなんていうことも大田区では始まっています。協定を結んだことによって入札しないで済むということになりますと、大田区では今大田区の約500の施設を指定管理者制度という指定管理を行わせているわけですけれども、今は軽微な修繕だけは民間事業者に協定価格の中で行わせているわけですが、大規模な修繕も協定の中に盛り込んでしまうと民間事業者にやらせることができるようになってしまえば、公の建物の大規模修繕どころか建て替えにおいても入札しないでもいいということを通させてしまう可能性も出てくるので非常に恐ろしいと思います。まあ、様々な場面で私たちが主権者として意思決定に関われるかどうかというところで、どんどんと、この6番にも書いたんですけれども、本来国民主権であるはずが行政主導になるどころか市場原理の中で民間の企業あるいは株主投資家といわれる人たちが意思決定の大きな権限を持って私たちが納めている税金であったり社会の大きなルール流れっていうものを、左右してしまう、コントロールできてしまうようになるのではないかと、まあ、日々、大田区政をに接していながら非常に、こう危機感を持って区政を眺めています。で、今そのヨーロッパでは再公営化の流れが主流になったと言っていますが、私たちは、本当に大きな期待を持ってどうやってそうした流れにこれから日本がなっていくのかということをもう期待も込めてやはり少しでもこう学びたいという気持ちで今日は岸本さんにもいらしていただいたんですが、
ぱり一つ私はやっぱりそんなに簡単じゃないぞというそういう思いでこの問題には取り組んでいかないといけないかなと思っています。それがやっぱりあの私はアスベストのことにもあの取り組んできたんですが、アスベストですごく思ったのはアメリカやカナダでアスベストによって中止や肺がんになるアスベストの有害性が明らかになる時期があります。で日本からも、当時の通産省であったりアスベスト業界の方たちが視察に行ったという記録も残っていて、まあ、その当時有害であったことが分かっていたのではないか、分かっていても輸入し続け作り続けてきたのではないか、使い続けてきたのではないかという指摘をされる方たちもいます。そうした意味では自国内で使えなくなったものをまるで廃品処理のように日本に輸出し続けてきたという人たちがいて、それを容認してきた日本の経済なり行政構造があるとするならば、ヨーロッパでその市場を失った投資グループ投資家たちが新たな投資先として日本を選ぶというのは、まあ、想像に難くないところでもあるのかなと思います。まあ、アメリカでは遺伝子組み換えの食品が受け入れられなくなったとも聞いていますけれども、受け入れられにくくなっているというふうにも聞いていますが、一方で日本では食品の表示について規制が緩くなって食品表示によって私たちがその選べなくなる状況が、出てきているっていうような動きもあるというふうに聞いておりますので、さまざまな場面においてそのいわゆる私たちも日本は先進国だと思っていたんですけれども、先進国で使えなくなったものが次に私たちのところに来るっていう、そのいわゆる余波を受けるっていう立場にそういう構図もあるのかなと思うと、やはり今日の、岸本さんからのお話というのはそうした視点も踏まえながら、私たちをしっかり学んでこれからどうしていくのか一緒に考えていかなければならないと思って伺わせていただきました。今日は本当に岸本さんありがとうございました。質疑応答の時間にしたいと思いますので、何かあの質問などがある方は、もうあのこれだけの人数なので積極的にどうぞ。どうぞ。今日はありがとうございます。一つの流れとしてもそれからあのどういう関係性もおかげさまでよく分かったんですが、あのもともと日本はですね国鉄の民営化とかそれから電電公社の民営化などを通じて一部成功しているかのように喧伝され、で公務員やそれから国のそういうあの関連する人たちに対する攻撃をやることによって節約できるんだというイメージ作りがずっと成功してきているわけですね。だから単に民営化は民間はもともと利益を生むところだからそこであの富を集中させてしまうから結果的にあの国民には安いものにならないんだよという話だけではねどうしても説得力に欠けるなという感じがするんですが、その辺 の, あのこうやっぱり流れというのはどういうふうに考えられていらっしゃるんでしょうか。私岸本さん、まずはまだ他にもう一つあるんで、はい、あすいません、はい、あと先ほど言われたあのいろんな決定内容がね本来だったら予算 の, せあの施行する場合は議会通じて当然やるわけですよね。それをそうしないでいいふうに流れている法的根拠はどういうことなんでしょうか。要するにあの契約をね例えば今国でも例えば沖縄ではあのガン釣りというものを取り扱うところの業者についてはもう秘密裏にあり、それから値段もバカ高い値段で買ったりしてそれを公表しろって言うと黒塗りののり面で出てきて何もわからないということが行われてますが、まあ、それが今度は地方自治体でもねあるいはこの大田区においてもそういうふうにどんどん進んでいきそうになっているということの危険性は僕も感じてるんですが、その法的根拠がどうもどういうしてそんなことが可能なのかなっていうのがまあ一つお聞きしたいなと。
からいきましょうか。もうちょっと先に少し質問がなくていいですか。まとめてにしましょうか。じゃあ他に何かある方いらっしゃいますか。今あはいどうぞ。今日はありがとうございました。今日本では飲料もですね、漁業も農業も本当に一次産業までですね、民営化という恐ろしい事態だと思うんですけれども、ヨーロッパでですね、そのような一次産業まで民営化と、大資本優遇というのはそういう流れが存在するのか、あるいはもしそれをその再公営化するような形がまたもし事例としてありましたら教えていただきたく、よろしくお願いします。ちょっと知りたいのは、ヨーロッパの場合は例えば自治体とか水道とか鉄道のですね、それも当該の労働組合がこのもう一回再公営化というか民営化に対する反対運動でどういう役割を果たしているのかをちょっと知りたいっていうのは、ちょっとさっきの質問の方も言われてたんですけど、日本も国鉄分割民営化の反対運動というのは今から 3,40 年前なんですけど、相当激しくやられたんですけど、その時反対で戦った国鉄労働組合というのが、めちゃくちゃな分裂攻撃を受けて、で7000人ぐらいが指名解放されてひどい目に遭ったという、一種 そのトラウマみたいな日本の労働組合の中に残ってて、民営化に反対なんてちょっととても言えないと、ただ水道とかね、水道が頑張ってらっしゃるからいくつかあるんだけど、多くの組合はとてもそんなこと言う雰囲気ではないという、その頃からずっと作られてきて、労働組合の役割みたいなものがもしよかればちょっと。お話どうもありがとうございました。すごく勉強になりました。いろんな世界のところ至る所で再公営化の動きが出ているということなんですが、先ほどパリでのお話では、パリではパリ市と公営企業と市民が一体となって、その再公営化に向けて水道企業をうまく進めているということなんですけど、やっぱりその民営化と違って公営化って逆にやっぱり市民にもある程度の責任というか積極的に関わる姿勢がすごく大切だと必要だと思うんですけど、そのパリの市民、パリだけではなく、その世界のその再公営化の動きに対して市民はどうやって関わっているのか、またその行政の立場としては市民にどうやって呼びかけてそういう流れに今なっているのかっていうのをぜひお聞かせください。はい、浜松市出身の古橋です。よろしくお願いします。この英国プレストン市の事例について伺いたいんですけども、この町はその積極的に再公営化などを進めていると伺ったんですけど、どういうこうからくりでっていうか、市長さんがいらっしゃって活動家がいらっしゃってとか、どういうからくりでこう進めていっているのか、お答えいただけるところについてお願いいたします。ちょっと逆から戻っていく形にしていきたいと思います。はい、プレストンのことですね。これはですね、労働党の議会なんですね。それで、でもこれ最初にやろうって言ったのが実は一人の議員さんで、マチュー・ブラウンさんという人なんですけども、彼がやはり一つ、その先ほど言ったアメリカの一つの事例で感化されて、自分のところでもできないかみたいなね、で自分がそれを見に行って勉強して、その人たちに来てもらってというような、かなりね本当に最初は本当にお一人で始めたところがあるんです。でやっぱりでも彼は副市長的な役目だったので、それだけ発言力があったのかもしれないんですけども、大体市議会ってテーマによって大体 6,7 人の、なんて言うんですか、日本では委員長みたいな、委員会の長だった人だったんですね。ただでそういうのが言いやすかったのかもしれません。ただやっぱり彼がやんなかったら絶対起きなかったことなので、そういう意味では本当に一人の議員さんのやる気とか力ってすごいなというのを実感しているところです。先ほど、いただいた、市民の関わりですね。これは本当に場所場所によりましてよるんですが、私たちが本当に
すごく刺激を受けているのは特にスペインの運動なんです。でスペインはまあ、最高齢化って必ずしも市民主導で起きるわけではないケースもあって、議会がかなり実務的にコストとかをか計算したときに、いやこれはこうでやった方がいいって言ったようなかなり実務的な、ね、判断で起こることも多々あります。この場合っていうのは、じゃあこれから市民をと一緒にどうやって経営していくかっていうような議論が割とこう抜け落ちる傾向があって、どちらかというとコストの方になるべくお金を減らすみたいなね、コストを減らすというようなことが中心になっている場合があるし、あとはこれはベルリンの例なんですけども、最高齢化所有権ですね、所有が公に移ったとしてもこの場合はですね、取締役会みたいなのが基本的には変わらなかったんです。その場合っていうのは結局企業のその何ていうのかな、運営の性格っていうのかな、それ自体にはほとんど変化がないで、なので市民はそれですごく怒ったんですけども、結局のところ最高齢化というのは民主化につながらなかったというような失望感もありました。ですのでこれ本当に場所によるんですけども、一つ言えることは、市民主導で起こった市民が市議会に働きかけるような形、もしくはキャンペーンを展開するような形で起こった最高齢化というのは、これ水に多いんですけども、基本的には市民というのはやっぱりただ単に所有権が変わればいいと思っているわけではないので、やはりここに新しい形の、統治の仕方、統治の、どうやってで自分たちのサービスを運営していくかというところに関わっていきたいという気持ちがありますし、市議会の方もそれをやっぱりこう受け取るだけのね、度量といいますか、そういった民主主義を尊重するような市議会であれば、当然これは新しい形の、ガバナンスというのが生まれていきますので、それでもう条例とかを作っていくとかね、そういうところまでいきます。今テレサ市というのが本当に新しい、これはバルセロナのすぐそばですけども最高齢化したんですけども、その後に全く新しい形の公営企業の形っていうのを、まあ、パリとかから学びながら自分たちの合ったやり方というのを作っていく。で、まあ、具体的に言うと、その市の、ごめんなさい、新しい会社の意思決定を 誰がするかということなんですよね。パリの場合は半分が市議会議員、 51% が市議会議員、その残りは労働者と市民代表と管理職です。ですので、ある意味その市公社の経営そのものがミニ議会のようになっているというのがありまして、そういう中では多数の意見だとか市民の意見だとかが、まあ、ある意味反映される。どう投資をするかというような、例えばどこをどういう技術を持ってどういう投資をするか、それから人件費に関して、そういった議論がそういった理事会で行われるわけですので、なのでやはり日本の場合、まあ、水道局の人たちとかすごい私頑張っているのを知ってますけども、開かれたね、本当に公社か水道局が開かれているかといったら、やっぱりそれは疑問だなと思う部分がありまして、ですのでやはりこの最高映画というのが一つのきっかけとなって開かれた運営というのを、むしろ市民と、それからやっぱり労働者ってそこに関わるサービスを提供している人たちの視点というのがなかなか反映されない、されにくいことになっています。多くのところでそういう人たちの中の知恵をね、このシステマティックに運営に反映させられるような、そういう仕組みを、新しい仕組みを作っていこうというところで、最高齢化というのはそういう意味もあるんじゃないかと。でもやっぱり強調したいのは、全てのケースがそうなるわけでは全くないですね。ですのでこれは可能性だから、私たちが言ってるのは最高齢化というのは公共サービスの民主化の可能性を開く、必ずしも自動的に民主化するわけではないということです。さて、労働組合の役割ですが、ご質問ありがとうございます。非常に重要なんですけれども、これ労働組合もこれも一筋縄ではなくてですね、必ず基本的には公務員労働組合だとか、産業別労働組合というのはその公の供給というのには賛成する傾向があります。まあ、当然これは賃金のことを考えたときに、労使交渉でね、公というのは民よりも守られていますので、それは当然そこには論理があるんですけども、例えばエネルギーセクターに行きますと、民の方が民間企業の方が、給料がいいという状況もありまして、電力の民営化に、最高齢化に関しては労働組合がただ反対するケースが多々あります。水道に関してもやはりこれは例えばパリの場合は反対しました。なんで
かっていうと、やっぱりこの労働者の組織、まあ、組合をはじめとする組織というのは基本的には物事が変わる、所有権が変わることによって自分たちの条件がどうなるのかわからないという不安というのは常にあるんですね。でこれがあの管理の方、管理職の方がきちんと対話をするような、ね、体制になっていればいいんですけども、労働者の意見をちゃんと聞き入れたような形での公営化が進んでいけばいいんですけども、多くの場合はそうならない。こういうあの労働者たちは最後の最後で知らされるみたいなね、そういう中でそんなどうなるか分かんないのに賛成できないといって反対に回るというような。なのでこれもですね、私たち の運動の中で言ってるのは、市議会なり管理者側は必ず初期の時から労働者との対話を始めてくださいということを言っています。その彼らの意見をあの聞きながら再公営化の計画を立ててください。それがそうじゃなければ労働組合というのは反対に回る可能性も大いにありますし、その理由もきちあの、そうであるわけです。でただあの言ったように多くの事例ではあの労働者がむしろね、その最高栄華運動を引っ張っていくような事例も多々ありまして、それは当然例えば保育だとか、清掃だとか、本当に一番何でしょう、仕事がね非正規化したり、一番その仕事の影響、悪い労働条件の影響をもろに受けてしまうようなセクターの人たちのっていうのは、その人たち自らがね自分たちを組織化して公営に戻すような、そういった事例もありますので、本当にそれぞれなんですけども、やっぱりセクターによってもかなり違うということも言っておきたいと思います。ただ私は個人的すみません、私の運動の中では労働組合ものすごい重要で、労働組合と一緒にやらなかったらやっぱり私たちにも情報も入ってきませんし、労働組合の人たちは本当に現場の情報と経営の情報を持ってますので、そういった人たちと市民とが一緒にやることによって運動が連合体として強化される、私アライアンスというような言い方をするんですけど、市民と労働組合のアライアンスを作ることで最高栄華の運動をしていくというような、そういうことをやっています。で、本当に日本の国鉄ってすごくいろんな意味でいろんな評価もあって、特に労働者のこのトラウマというのはよく本当に深いこう傷を負ってしまった部分があると思いますし、苦しいところなんですけども、でやっぱりこれ民営化成功している事例あるんですかっていうこととよく聞きますし、例えばイギリスで鉄道の国有化っていうのを運動している人たちが頭を悩ませているのは、日本の国鉄民営化はいい事例じゃないか、素晴らしいじゃないか、新幹線すごいし効率いいし早いし、とにかく電車も超正確だし、こんなのありえない素晴らしい、だから私たちも実は苦労してるんです、日本が成功事例なのでって。でやっぱりこれ何を成功として何を失敗するかってすごい視点によって変わってくるし、国鉄 の民営化がやっぱりこの利用者レベルで何かいい部分が なかったわけでもないというのも本当にあると思います。ただやっぱり全体として見た時に本当に新幹線ってここまで必要なのっていう、私はもうすごい単純に思いますし、ここまで速くてここまで高くて、でそれでそれ以外の都市というのは、まあ、中間都市というのがどんどん疲弊していく。で私は外から見てるとそれは本当にみんな国民の利益になってるのかなって強く思いますし、新幹線の料金って普通の人が支払える金額じゃないですよね。あれって会社の人は払えると思うけど、学生さんとか私とか払えませんみたいな、呼ばれなかったらみたいなぐらいのレベルだと思うんです。ですので鉄道ネットワークというのが本当に利用者のこと、利用者のことを考えて、いろんな特に中小中都市の経済的な発展を考えたら、私新幹線、ましてやリニアなんてそれの反対になるんじゃないですかっていう、やっぱりそういうことを言っていく学者なり政治家なりがやっぱり必要なんじゃないかなというふうに強く思います。で、そういう中で やっぱりね、もう顕著なところでやっぱり過疎の問題だとか、JR がね採算が合わないところっていうのはどんどん切り捨てられていくというのは当然起こってるわけですから、そういうやっぱり評価をちゃんとしていかなきゃいけないなというふうに、思います。農業、漁業、林業ですけども、これはですねヨーロッパにおいては基本的には日本よりも全然民営化されてます。つまり家族経営とかそういったものはもう基本的に残ってないんです、ヨーロッパには。東ヨーロッパを除いて。ですので基本的にはもう農業ってアグロビジネスの人たちの世界になってるんですね。もう行き着くとこまで行っちゃってるんです。で
ちょっと漁業に関しては漁業も基本的にはもう一次産業、林業はあまりないんですけど、基本的には企業の支配っていうのはとことん進んでますの。そういう中でやっぱりモンサントみたいな会社がね、モンサントだけじゃないですよ、が EU 議会に働きかけてどんどん自分たちの都合のいいルールを作っていくっていうのはもうこれヨーロッパとかアメリカ初ですよね。で、ですのでむしろやはり日本でそういった余波っていうのが最近国有林のだとか、例えば地下水とかね、そういったこととかも話になってると思いますけども、やはり那須さんがおっしゃったように、その市場もうとことん市場化が進んだ中でやっぱり大企業しか生き残れない、もう独占どんどん進んでいきますので、そうじゃないところがやっぱ日本みたいな市場を求めていくというのは当然あると思いますし、やっぱどっかで特にその一次産業に関して言えば本当に何でしょう、そういうところ、いや基本的には企業支配が進んだ上でやっぱりこうそうじゃいけないよねって言って勇気運動があったりね、協同組合があったり、でも日本の協同組合ほどの生活クラブだとか生活生協のほどのネットワークはあるところはヨーロッパの中にはありません。そのぐらいやっぱり日本っていうのはすごく強いものをやっぱり運動としても、その家族小規模農民の運動っていうんですか、そういうもののやっぱりすごく中心的な役割があると思います。最後にそう、さっきの JR の話とちょっともうかなりカバーしたと思うんですけども、やはり何をもっておっしゃる通りで、こう特に成田空港とかよく出てきますよね、空港とか JR、それから電話、これ成功じゃないかと。で、成功、全く失敗ということでは全然ないと思います。ただこの間関空 の水没が起きた時にどうだったか、それはやっぱり顕著ですよね。こういったリスクが起きた時に結局どっちがリスクを持つのかきちんと決まってない、結果的には甲が持つっていうようなね、たまたま成田空港はそういうことがなかったし、大体空港事業っていうのはむちゃくちゃ付随のビジネスがあるものなので、そこで店舗と経営とかやって基本的にはビジネスとして儲かるところがすごくあると思いますけど、やはりこれ水とはやっぱり全然違うと思いますし、そこを考えれば成田空港だけを持ってね全て OK っていうのはもうそれ自体がものすごい乱暴なんじゃない、乱暴だって私たちは言ってていいんじゃないかなと思います。でやはりその先ほど言った交通ネットワークの問題に関しては、私はちょっとこう日本に住んでると見えづらい部分もあると思うんですけども、何でしょう、この何でしょうね、私この今回四国に行って、四国の隣の県愛媛県から高松、何でしたっけ、ごめんなさい、愛媛県から香川県に移動するのに4時間とかかかってすごいびっくりしたんですよ。すごい綺麗だったんですけど、で岡山行った途端にスピード感変わるんですよね、岡山から新幹線乗った途端に。これだから四国の中で多分ね、本当に四国の県の中で移動するようなことがこんなに難しいのに、なんでこの一部の路線に関しては極端に速いのかって、そうするとやっぱりそっちに頼る経済になっていくんじゃないかなとか思ったりすると、やっぱり本当に長期的に考えればもう何でしょう、ちょっと交通ネットワークを考え直すっていうのも私はありかなというふうに思っています。議決がなくなっちゃう魔法的根拠っていう話なんですけれども、例えば実際に法的根拠をつけているのは PFI 法なんかはね、法律を改正していますから、そうやって法改正することによって議決をいらなくする。例えばパーク PFI なんかは全くもう議決なしでできますので、公園の維持管理なんかが民間企業ができる。しかもすごくご丁寧にサウンディング調査っていって、企業が私に言わせるとどうやって公園で儲けたいんですかってこう事前に聞くわけです。そのサウンディングって意向調査をして、その意向に合うようにいろんなプランが立てられるなんていうことももう実態では始まっていますので、一つは法的な根拠を法改正をすることによって整えているという側面もあります。で、例えば入札しなくてよくなった先ほどの協定なんですけれども、非常に巧妙で、大田区が、企業に、負担金として、だから補助金を出すわけです。で、その企業がその負担金をもとにして、自分の系列会社に発注するみたいなことをしています。だから、補助金なんですからっていうことで、逃れてるわけですね。
でこういうことが行われています。で、あとはですね、まあ、これは実際には議決とはちょっと違うんですけれども、決まってきてからいろいろなプランを出すようになっています。今日もいらしている方もいるんですけれども、まあ、田園調布のせせらぎ公園で1293本木が切られちゃって、そこに施設が作られるっていうので、近隣住民が今すごく怒りを持って行政に抗議してるんですけれども、これももう出来上がった後に工事が始まって木を切る計画だったっていうことが判明する。それまでは一切何本木を切るかとかっていうことを言わない、いくらかかるかっていうこともギリギリまで出さないみたいなことが行われていますし、もうほとんどそのもう一つは例えば羽田の飛行ルート変更なんかは、国と自治体とで協議をするっていう約束になっていても、その約束を守らないで国交大臣が決めちゃうなんていうこともするようになっています。もしかしたら大田区と国とで協議をしているかもしれないけれども、協議をしたっていうことも公表されていないという意味では、住民が蚊帳の外にあるっていうようなことも行われています。でちょっとこれ私が答えていいか分かんないんですけど、成功と言われている民営化って今いくつか事例を挙げていただいて、 JR であったり、まあ NTT であったりってお話なんですけれども、私は去年一昨年と韓国ソウル市に行ったんですが、ソウル市では、まあ、韓国では民営化っていうのは悪いものだっていうことを10年かけて市民に定着させて、でその例えば病院の民営化運動みたいなものの反対運動を起こして、病院は営利化はさせてないっていうお話を伺いました。でその10年もそのなんていうのかしら、丹念に住民に対して民営化はダメだよって言ったのもすごいんですけど、どうやって定着させたんですかって聞いたら、民営化の一番悪い事例で日本の国鉄見てごらん、 JR になってって言うんですって。でなんでかなと思ったら、高いってやっぱり。でやっぱり私たちはそのコストの部分について毎日使ってるので気がつかないんですけれども、韓国の方がいらして日本の電車に乗るとやっぱりすごく高いと感じるそうです。で私はやっぱり議員としていろいろな鉄道事業も、意思決定の場に携わっておりますけれども、一体どんな売り上げが鉄道事業者に行くかっていうと、私たちが支払ってる切符代だけじゃないんですよね。いろんな形で莫大な税金が投入されます。ですからその駅舎を改修するにあたっての改修費用、バリアフリーの費用であったり、だから鉄道事業者っていうのは私たちが高いと思っている切符代以上に私たちから税金っていう形で吸い上げているわけですから、その財政負担っていうのが実は私たちには見えにくくなっているんじゃないかなと思います。で、まあ、そういう意味ではやっぱり民営化が本当にいいか悪いかっていうのは細かい事例まで含めて、やっぱり先ほどもおっしゃってたんですけど、労働組合が現場の情報を知っているとするならば、やっぱり議員もそういう意味では皆さんの代表として税金を報酬に情報を得る立場にあるわけですが、どんな形でその税金が使われているのかっていうことについても実はきちんと住民に対して情報提供できていない。だから何がどう悪いのかっていうことすら、市民は知らずにいるからなんとなく悪いという論拠を持ちえないわけですけれども、ここはやはり労働組合、市民、議員、っていうもの、あるいは行政っていうものがもっともっと綿密に丁寧に連携をしながら運動を組み立てていかなければいけないのではないかなというふうに感じました。ではまた次の質問に行きたいと思います。水道民営化についてしたいんですが、まあ、今現在、生活保護を受けている世帯は水道料金の免除、まあ、あるいは減免という形を取られているわけですけども、これ今後は民営化されたとして、そういうところの、扱いがどうなるのかというのは非常に不安があるわけでして、そういうの外国ではどういう状況になっているのか教えてください。さっき そのクレイストンモデルというのが表があって気になったんですけど、まあ、そのローカルで経済を回していくっていう、首都に持っていかれないでローカルの産業が
経済を回していくっていう話かなと思ったんですが、で一方でそのヨーロッパはその排外主義も慎重しているっていうニュースも入ってきて、その排外主義政党が伸びているっていう、そのローカリゼーションと排外主義の関係みたいなことっていうのをちょっとお伺いできればなというふうに思います。はい、那須さんにだと思うんですけど、韓国でやっぱり牛肉の、まあ、問題から学校給食でアメリカの牛肉が入ってくるっていうのに対してこうやっぱり若い世代が怒ったっていうところからいろいろな問題がスタートしている部分もあると思うんですね。で日本でいうとやっぱり吉野家なりの牛丼が高くなるっていうことがその生活厳しい世代に層にとっては非常にこう死活問題に関わってくるだろうと思うんですね。だからやっぱりでっかい資本で外国から安く入れてきたらいいじゃないかみたいなのが国民感情としてある程度定着しちゃっている部分があると思うんですよ。でその辺についてこういうふうに韓国ではやったんだよっていうようなお話が伺えればありがたいなっていうふうに思います。まあこれ公営化の話とはちょっと違うかもしれないけど、やっぱり学校での給食っていうのは公の部分だと思うので、その辺に絡めてお話を聞かせていただければありがたいなと思います。ちょっと関連してなんかソウルでは有機の給食を2022年までに全面的に行うっていうふうにちょっと聞いたことがあるんですが、それは、まず事実かどうかというのと、それがそのようにどうなってそれができたのかなっていうこともできたのか。私は最初の2点についてお答えします。実は韓国と私もすごく注目してて、今回の新しい調査では韓国の給食無料化それからについては今回の事例の中に含めたんですね。そこまで那須さんほど勉強できてないんですけども、やはり そこにも焦点を当てていきたい、次の発表の時にはしたいと思ってます。はい、生活、水道と、ですね、料金の問題、料金というかそのお金を払えないような人たちのことですけども、これは本当に重要でして、2つ言わせてください。1つはフランスでは国の法律で、支払い能力がないということを理由に、供給を止めてはいけないという法律が数年前に通りました。ですので民間であっても公営であっても基本的には止めることができないんですね。でこれだったらじゃあそういう法律があればね、民でもこうでもいいんじゃないのっていうような議論もありました。ただこれができるときに民間企業は完全に反対のロビーングをしています。そういうことを考えてもですね、やっぱりその民間の水道会社がやっぱりこういった社会的な政策を通したくないというのは、まあ彼らの論理にすれば当たり前でして、そういったせめぎ合いがあったことがあります。でこれはただフランスの場合はこれは特ある意味こういった法律があるのは特殊でして、他の例えばスペインとかではないんですけども、それで供給停止というのが起こります。でその時にですね、供給停止された家族というのは社会保障で最終的な支援されることが多いんですね。つまり料金を払えない、サービス全体は民がやるけれども払えない人のお世話というのは公がやると、行政がやるということになるわけです。ですので結果的には行政に対するそういった負担の部分だけが残るといいますか、でその利益を払えるその利益、その部分というのはやはり民の利益になっていく。これ全部公が全体としてやれば、やっぱりこの利益が上がった分をね、利益がお金をもらうことができないような人たちのサービスに、これは内部での調整というのが可能になるんですけども、そういうことができなくなるという意味では社会政策、一貫した社会政策を取りにくくなるという極めて原則的な問題が出てくると思います。で次の質問で、その排他主義と、地域主義とかが、ね、両方がこうなんていうのかな、こう両方台頭してきているような非常にアンビバレント
なんですか、こう相互相相反するようなことが起きているというのはまさにおっしゃる通りでして、先ほど言ったあの EU 議会もそのようになっていますし、で実際問題、その地域主義とかがすごくこうあの、ある意味活気がある中で、例えばカタロニア地方では地域のカタロニア独立運動というのがまた出てきている。その中にはやはりその地域独立という、まあ、非常にどっちかあのこれはナショナリズムではないんですけれども、やはりこの、すごい複雑な、ね、このあのアイデンティティの問題が出てきていますね、いますよね。これはあのヨーロッパではよくあることなんですけど、ですので、まあ、私が見る限りではやはりね、この新自由主義っていう、もしくはその国家的な権威主義っていう中で希望が持てない、普通の仕事を普通に地域でやることができない人たちというのがすごく増えてしまったんですよね。で、やっぱりそのやってても非正規の仕事しかないみたいなね、そういう中でやはりその排他主義みたいなものがものすごく単純な、論理によって、つまり自分たちの生活とうまくいかないのは全て移民のせいだ、難民のせいだというのが基本的な排他主義ですので、もしくは障害者、ね、いろんな意味であのそういう人たちがコストをかかりすぎてるんだというようなね、もう極度に単純化された、論理 で、で引きつけるのが、基本的にはポピュリズムです。右派ポピュリズム、排他主義です。ですのでこれにやっぱり絡め取られるられやすい土壌が今ものすごくできているということを私たちは認識しなければいけない。そしてそういったあの状況の中でね、やっぱり地域主義だとか地域経済を復興させていくというのはもっともっと複雑な取り組みです。いろんな人が関わって、民主主義とか多様性とかいういろんなテーマをね、そんな単純なの1か0かみたいな、黒か白かっていう話じゃないわけですよね。でもそういう丁寧な議論っていうのはやっぱり人を引きつけるのが難しいいう中で、ただこれをやらなかったらやはりそのね、単純なみんながこう、あそうだそうだって言ってしまうような、全ての自分の辛さっていうのはね、この人たちのせいなんだっていうようなね、あの非常にもあの知性を否定するような、もしくは何でしょうね、あの非常に危険な状態に今そういう環境にいますので、ですから私たちのような市民運動だとか労働運動だとか、それから、議会だとか地方議会だとか、そういった人たちがそのビジョンというかね、具体的なビジョンとを出していく、普通の人が普通に仕事をして普通に幸せなね、あの学校給食が食べれるっていうね、あのそういうなんかこうあのビジョンと具体案を出していくっていう、すごく大きな課題を抱え、あのそういう使命を持っていると私は思っています。韓国でその、勇気だとかっていう話が起きてきたのも、今の市長のパク・ウォンスンさんっていう方が当選した時の、争点が給食の無料化だったんですよね。でやっぱりそこが支持されたということがありますし、あの最高齢化の話も今日出ていますけれども、韓国でもそのいわゆる民営化によるあの雇用の流動化というか不安定になったり、まあ非常に賃金が安いということで、まあ、直接雇用を拡大することによって、それが、まあ、ソウル市民に非常に支持されて、それが国政でのムン・ジェイン政策にも影響しているというふうに言われています。で、私は何回か韓国に行って思ったんですけれども、あの韓国の状況の方が日本より厳しいなというのはすごく感じました。やはりあの所得においても、それから韓国の場合にはグローバル企業っていう問題もありますけれども、その前にすごくあの財閥系がすごく経済を支配しているというところでは、本当にあのその雇われるイコールもこういう賃金体系の中でということですし、あのソウル市が最低賃金を引き上げたんですが、逆に言うと地域性が、最低賃金に反映されていません。だから都市部のソウル市であっても、地方の都市であっても、そのソウル市が最低賃金を引き上げる前は全国一律だったわけですよね。でそういうことを思うと、日本の方がまだその十分かどうかは別にしても、地域の経済状況などに応じて、賃金体系が変わっているというのが、その私たちの暮らしへの影響をまだ韓国よりは少し和らげているというような現状はあると思います。でそういう中で、そのご質問の答えになっているかどうかは分からないんですけれども、その
私たち日本はその韓国を追いかけてるっていうとおかしいですけれども、韓国は非常に厳しい状況になっていますけれども、少しずつその韓国の状況に近づいているということを思いますと、やはりその牛肉の問題で韓国があれだけその大きく住民が動いたのも、それだけ切羽詰まってる問題だったし、私たちが日常生活食べている牛肉以上に韓国の食生活から考えれば、牛肉というのはとても大きな影響のある食材だったということもあると思いますが、今後私たちの暮らしの中でやはりこれだけそのいわゆる貿易の自由化などによるあの輸入依存型の、まあ食料状況、供給状況になってくると、やはり私たちもそういう深刻な状況に直面するんじゃないかなと思います。でここでまた話違うんですけど、羽田の飛行ルート変更ってその経済問題っていうか、豊かな経済とかオリンピックって言われてますけど、この物流の問題、あのいわゆる貿易の、自由化っていうのも大きく影響しているのかなと思います。だから輸入に依存するようになれば、当然食料品などの場合には船便っていうのもありますけれども、いわゆるあの空の便で入ってくるものもありますし、その時に成田に行くよりも、まあ供給できる首都に近い方がいわゆる物流コストを、削減できるわけですね。でその証拠に、羽田空港周辺ではここ何年も物流倉庫がすごい建て替わっているし、あの黒のゲートなんていうあの黒猫大和の大きな物流拠点もできましたし、冷蔵倉庫なんかも建て替えだったりとか大規模化しているっていうようなこともあります。だからそういうものと合わせると、いろんなことがいわゆるグローバル経済の中に組み込まれ、物流が変わり、その輸入すればいいんじゃないかというご質問にもありましたけれども、そういうふうになってきた時に、私たちもそうなる前にですね、あの韓国のような状況になる前に、本来であれば政策的な選択の中であの最悪の状況を回避するっていうことが本当はとても今私たち求められていることだと思うんですけれども、なかなかそういったことが政治的な争点になりにくいというのはありますが、韓国もやっぱりソウル市っていう自治体から変わってきたわけですから、今日 の岸本さんのお話の中でもやっぱり自治体っていうのが大きなキーワードを握っているという意味では、私たちがするべきことっていうのがあるんじゃないかなと思います。はい、他は申し訳ないんですけど、まあ、あの種子の問題もね、やはりあの国が種子法を廃止して、でそれを地方自治でね頑張ってあの条例を作って補おうとしてますけども、はい、先ほどの話じゃありませんけども、例えばそういうグローバル企業がね種子法を、まあ、取り払ってもらって、大量にこう持ち込む遺伝子組み換え、あるいはゲノム編集したあの種子やなんかを大量に持ち込もうとする中で、セットとしてアメリカなんかでは裁判で負けたね、あの農薬やなんかを大量に日本にも持ち込もうとしてるわけじゃないですか。その時にその単に種子法を条例で守っているだけでね、あるいはこの種苗法の改悪でね、あのそういう自家採取できなくなるとか、そういう問題をあの地方自治だけでやっぱりやるのはね、まあ、それやってもらわないと困るんですけど、それだけではどうにも解決できない問題があるので、先ほど言われたやっぱりあの市民労働組合、あるいはその政治家の人たちとね、一つ のそこにちゃんと民主的な考え方とか、それから自分たちの生活、命を守る戦いをする人たちのネットワークをね、やっぱり構築していかなきゃいけないわけじゃないですか。だからただ我々がこうそういう問題をバンバン発信しても、さっき言ったようないろんなことから攻撃を受けるわけですよ。例えば先ほどの 国鉄の問題でもね、すごい赤字だったじゃないかと、あれを解消したじゃないかと、でそれで一部ねなんか問題があっても自己責任だよと、新自由主義でね、だからそれはそれに代わるね方法でね、鉄道なくなったらバスでやればいいんだよと、でバスになったら今度は自家用車で変えようというような攻撃を相当受けるわけですよ。でそういう問題に対してやっぱり多面的なね答えというか、きちんとしたあれがなきゃできないし、その実態もその実はその成功じゃなかったのよと、あれはいう問題をじゃあ他国と比べたりとか、あるいは自分たちの
税金がどのように投入されているのかとかいうその全体像をねやっぱりきちんと我々のあれとしてデータとしてね持ってでそれで戦っていかないとできないのでその辺をぜひ、ね、あのネットワーク作ってもらいたいなと。であの今アジアでは逆に今度あの家族経営で 農業を守ろうとかヨーロッパではもう駆逐されてしまったその小規模農業とかそういうものをやっぱりアジアなんかのこの地域あるいはアフリカそれから南米そういうところでこういろんな運動が起きてるわけじゃないですか。だからそういうところとの関連性やねあるいはそこから学ぶこともいっぱいあるわけですしその辺のやっぱり問題提起っていうのをねこの統一的にっていうか何だろうその組織こう論理的にこうある程度まとまりを持ってやらないと僕らのみたいに個人でこう勉強したのか発信してもねめちゃめちゃ叩かれるだけなんですよね。だからその辺をぜひなんかどういう形で運動としてでしかもそれを運動として進めない限りは先ほど言われたようにたまたま経営者が変わっても本当の意味のね民主化ができないし本当の意味で そのやった意味がなくなってしまうのでそれを どうしてもやっぱり運動としてやっていかなきゃいけないのかなと。でもう一つだけ聞きたいのはあのやっぱりお金の問題としてねあの民主的にやっていくことで労働者をこうもう一回あの再雇用したりなんかする中でコストとの問題のせめぎ合いっていうのがどっかであると思うんですよ。で結局コストがかかればそこを攻撃されるし民主的であるあったとしてもでその辺の問題っていうのをどうやって解決してきたのかなというのがまあ一つお聞きしたいところです。あの運動論的なこととか労働組合とかいうことでこちらから当てちゃってもですか中川さんみたいな労働組合あじゃあの役割とかっていうのでどうですかね。じゃあまず運動っていうところでちょっとリニアの話も出たのでちょっとリニアの問題で取り組んで地域ですごく大きな運動展開をしている方がいるのでちょっとよろしいですか。実は私の家の三軒隣の真下をリニアのライトンネルを取るということを去年の7月に初めて知りまして、まあ、びっくりしてまあ、リニアの運動を始めたんですけれどもで、でまあ、そこでつくづく感じたのは、今の、まあ、行政のやり方とか、まあ、大企業のやり方というのが極めて不透明で、きちんとした合意形成プロセスを踏まないでやってで本当に知らせないようにしてその、まあ、リニアの例で言えば、トンネルの上の人にしか教えないという、うん、ところが実際に影響を受けるのは真上だけじゃなくてそれこそ博多の陥没事故みたいなことが起きれば私の家だったらあんな入ってますよねというでだからなのにそういうところにいる人間にすら知らせないということで進んじゃっている。で一方じゃあ通知者に行ける大田区とかあるいは関東環状がある国交省はどうかというと、まあ、大田区はそれなりに住民の声は聞いてはくれました。で大きな場で何て言うかちょっと失礼しましたけれども大田区として住民がここから懸念がありますよということは言ってくれたんです。だけど最終的にそれにきちんと答えることなく認可ってやっぱり下りちゃうんですね。だから去年その問題して以降、大田区民と話をしました国交省の話をしました JR 東海と話をしましたという中ですごく強く感じたのはやっぱりまあ、民主主義というものが非常に劣化している形骸化しているということがありまして、ねまあ、これは委員会なんかにも出たりあるいは、まあ、本会議を傍聴したりして非常に感じたんですけれども、まあ、基本的にまともな議論を避ける傾向があるんですね。で一番びっくりしちゃったのはリニアの問題を陳情出したんですけど、それ議論する中で、まあ、那須さんがちょっと憲法問題を聞いたんですね。ただ、ある、与党の補完勢力的な立場の人から、やじが飛びまして、
憲法の問題っていうのが最高裁とか国会の問題で大田区関係ないって言ったんですなんこういう人間はなんて、ね、議会見るのか本当に理解に苦しんだんですけれども、まあ、まあそれはちょっと極端に劣化してあげると思うんですけれども、あと国会議なんかでも、まあ後で言ったんですけれども、時間一人の議員さんの時間で決まっている。でその決まった時間というのは質問する時間とそれから答弁の時間を合わせて例えば20分なり30分なりということなんです。でそうすると何が起こるかというと答える役人がだら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 意味のない答弁をしてもそれで時間潰せちゃうんだっていうのが分かりまして、で、であまりにもひどい答弁で、かつまあなんていうかな、あたかも自分は住民の方を向いて仕事をしてるんじゃないよみたいな、自分の目は、資本だったり権力だったりの方を向いて仕事してますよっていう態度を感じられてものすごい嫌だったね。まあ本来そうじゃないので、そういう機会の役割って当然ながら住民の安全安心というのが一番ベースになるので、もうそれをやってるからこそ、まあ、我々は住民税代払ったりということで皆さんも仕事していただいてるはずなのに、どうも違う方の利益の方を向いちゃって仕事しているというのがすごく感じられて残念でした。それであと、労働組合の問題でいうとちょっと私、利益に関してはちょっと労働組合とした仕事はないんですけども、結構ギャル総会の中の労働組合というのは厳しい立場にあるみたいですね。でだけどそういう中でも理にやったらおかしいんじゃないかという声を上げる勇気のある組合の人もいらっしゃるように伺っております。私の辛い経験ですけど、そんなもんで。私、地方自治って民主主義の学校っていう言葉があるんですけど、議員になってみて、いろんな問題が起きたときに、その地域の方たちが、こう力強い運動を始めるときにすごくそれを感じるんですよね。何かが起きたときにそれがその自己責任に切り捨てられたり仕方がないっていうふうな情報提供をされれば、そのままそれが政治の課題だっていうのが分かりませんけれども、そこにある背景であったりいろいろなものが見えてきたときに、それが自分のこととして捉えられたときにはすごく大きな力になるなっていうふうに思うんですね。で、今その連長府の皆さんはリニアの問題であったりとか公園の問題で動いていらっしゃいますけれども、やっぱりその大変かもしれないけれども、そういうことを一つ一つをやっていくことでしか見られないっていうのは、今日も木野さんのお話を伺っていても、いくらいい人がいてもダメで、最後はそれがきちんと住民一人一人の心に落とし込まれた時にこそ大きな力ができて変わる可能性にもつながるんじゃないかなと思いました。いかがですか？大きなテーマなので、これ何が答えということではないと思いますし、本当に大きな今発言なさった方のお話を聞きながら、本当にこう、これの民主主義っていうのは絶対諦められない、社会政府の民主主義っていうのは絶対諦められない、人生の追求し続けなきゃいけないと私自身は思ってます。で、運動の作っていくこと、地域から、そしてまたその連帯としての運動を作っていくこと、国際連帯のことにも今触れられました。本当に資本の側は完全に国際連帯してますからで、シンクタンクもありますし、ものすごい気を投じて自分たちの戦略っていうのをもうモリモリやってるわけですよね。世界一社会フォーラム、社会でごめんなさい、世界経済フォーラムとかね、ダボス会議といわれてますけど、で一方で、ね、市民とか労働者の側っていうのは、労働者は比較的国際連帯の枠組みがありますけども、やはり私たちっていうのはすごくこうバラバラとやっていて、ただ、ね、そもそも大体力の持ち方、力が全然違うんですよね。もう圧倒的な力の格差の中でやっているわけです。
実は私たちの強さというのは、これはお金のためにやっているわけではないので、自分たちの何か個人的な利益のためにやっているわけではないので、そこの強さっていうのは私はすごい信じているし、だからこそ共有ができるし、お金のやり取りなしで。ですので、やっぱ日本 の, あの運動の方にももっともっと国際的な場に出てほしいし、そういったところで話し合われるあの議論だとか政策共通の、ね、戦略みたいなものっていうのをどんどん各地でこう適用するようなね、みんなそれぞれ事情違いますけど、そういうあのしなやかさっていうのを運動っていうのはあの日韓の運動から学ぶのもすごく多いと思うし、その連帯っていうのはぜひぜひ、あの私もそういう組織にいまして、そういうことを一応ミッションとする組織にいますので、あの日本の方たちももっとつながっていきたいと思います。で、最後に具体的な質問のコストの問題があったので、それだけ一言あの言わせてもらうと、あの公園に戻したことによって、その結果としてコストのがどうなるかというのは私たちも十分よく見ているところではありまして、多くの事例でコストの低下というのをあの観察しています。だいたい 15% から 20% ぐらいの、割合で全体のコストが下がっています。で、これは当然この人件費は上がっているけども、総コストは下がっている。それはあの企業 に払うマネジメントフィーみたいなものがなくなるので、あのこうもうそれ韓国でもすごくあの端的なんですよね。ですので、そういうあの具体的な、ね、数とか表っていうのは私たちの運動ですごく大切かなと思っています。ただ、私韓国の、での話ですごく印象に残ったのがあの市長さんですけども、たとえコストが上がったとしてもね、やるべきことはやらなきゃいけないっておっしゃってたのがすごく印象的で、コストだけのためにやってるんじゃないと、人権を守ること、労働者の人権を守るというね、本当に最初の出発点があるんだ私たちには、そのためにそれがあってて初めてね供給されるサービスなんだっていうような、その信念っていうのは私すごく大事だなと思ってて、やっぱり市長さんだとかやっぱ国のトップがねそういう考えの人だったら、やはりこれコストが上がったとしたってやっぱりいますよね。やっぱりそういうあのやっぱりこう政治家に求める倫理とビジョンっていうのは、私はすごくこれも諦めきれないこと。それで運動っていうのと地方自治っていうのと、すごくやっぱりでも最後にどっかで諦められないのは国政なんですよね、やっぱり。それでやっぱりイギリスがここまで変わったのも、今国政でにおいて全く違うね、30年間の歴史と違うことをやろうとしている野党っていうのがいるから、でそれにみんな期待を持ってるから、やっぱりこうすごくあの何でしょう、熱気があるんです。でそういう今まで誰も聞いてこなかったような左派の議論だとか市民団体の議論という議論を、今彼らはその政策をね練ってる段階でどん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 取り入れてます。そういうふうになってくると、知識人も市民団体も労働組合もどん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 元気になっていきます。ですので、やっぱり政治っていうのの重要さっていうのは地方レベルでは当然なんですけども、国のレベルではやっぱり私たちすごくこう日本のいかんともしがたい政治状況というのを長年経験してますから、それに対してねやっぱり諦められないっていうのは私はすごく思っています。そろそろ時間になるんですけれども、何か そうすると EU の、 あの今後というか、そもそも EU ってなぜ統合して、それで今後どうある、つまり今のこれまでの話を聞くと、やっぱり EU からそのまさにイギリスだとブレグジットとして離脱してっていうような話になってますけど、どうもその EU の、 その未来っていうのはね、それをどういうふうにお考えなんですか。あの今本当に見えないもう見えないことの一つに EU の未来っていうのがあると思うんですね。で、EU の、まあ、平和と、ね、連帯のプロジェクトとして始まったと私は理解していますけれども、基本的に今は新自由主義を進化させるためのプロジェクトに本当になり下がっています。変更しちゃったってことですか。変更というか、まあ、それはあの、まあ、そういうふうにこう経済統合というのが進む中で、国境、経済の国境を取り払っていく、資本のために取り払っていくっていうような、でも例えばあの、だからといって例えば税制がね、あの EU 全体で税制ができたか、 EU 全体で労働者を守る権利ができたか、 EU 全体で女性を守る権利ができたか、できてないんですよね。そういう気候変動だってその経済統合と比べれば全然優先順位が低いっていう、そういうプロジェクトになっていったのは、まあ、いろんな、まあ、リスボン・トリーティーがあって、まあ、ストリヒトリーティーがあって なっていくんですけども、まあ、私はちょっとその専門家ではないのでそこを語ることはできないんですが、今 EU 岐路になっているのは確かで、先ほど言ったように中道左派、中道両方ともが過半数で、
イギリスの離脱問題、それから、何でしょう、他のそのイギリスが離脱すれば他のところもそういう話も出てきますよね。それで、まあ、とにかく金融危機、リーマンショックの金融危機で、まあ、ギリシャもあのような、まあ、コテンパに結果的にはやられちゃったというような状態なんですけども、やっぱ EU に対する反感っていうのがすごく高まってるんです。そういう中で極右が出てきてるんです。で、極右というのは基本的には反 EU なんです。反エリート、反 EU ですので、やはりここには EU もの、なんていうのかな、こうあの中心的な政権というのもかなりびくついてるんですよね、今。ですので EU が、私たちの中の運動としては EU の民主化をっていう根本的な民主化っていうのを求める EU、 それいろんな運動があるんですけど、プラン B とか DiEM25 とかいろんな運動があるんですけども、そういった運動でも一方でもう EU の民主化は無理だって言ってる左派勢力もたくさんあって、そういう中ではなのでそのこう進歩的な勢力も2つに分かれちゃってるんです。で、つまり EU っていうものを諦めて、もうそれぞれ各国系国家経済に戻った方がいいっていう考え、つまり EU の民主化は無理だからっていうね、いうような。でもそこで結局なかなか市民側とか知識人もなかなか意見にまとまらないというのが現状っていう中で、一つだけ最後にこれはマガジン9条 の, ウェブサイトにも書かせてもらったんですけども、EU EU の政治というのを地域主義から見たらどうなるんだろうと、もう EU を解体するか EU を民主化するかっていう上から目線の議論じゃなくて、 EU っていうのがもしね、地域主義的にね、みんなの市民の EU 市民の権利を守るっていうところで連帯できたら、もしかしたらそこには道があるんじゃないかというような新しい議論が生まれてきてはいます。ただやはりこの何でしょう、この世界全体で見てもこの新自由主義っていうのがこんなに行き詰まっていても、やはりそれは強固なものですし、そういう中でその行き詰まりっていうのが逆にその極右を生んでしまうような非常に危うい環境の中では、やはりこの何でしょう、この民主化、 EU の民主化も含めてすごく難しい課題、改めてそこはやっぱり諦められない課題なので、そういうビジョンをやっぱ左派はどんどん出していかなきゃいけないかなというふうに思ってます。それではそろそろ時間なのでこの辺りで終わりにしたいんですけども、今日はユープランの三輪さんが、撮影してくださってて、あと IWGM 入ってくださったんですが、三輪さんから一言ちょっと皆さんにお話ししたいことがあります。すいません、ちょっとホワイトボードに書いてあることをご紹介したいんですが、裁流社っていう出版社のウェブページで、私の関係 の, 連載が始まりました。で、三輪雄二という私の名前とですね、危機と原発の記憶というタイトルです。で、書いたのが木村秀明という朝日新聞の福島原発に関する報道でガチャガチャした時に責任を取って、朝日を辞めて今早稲田クロニクルで、働いています。で、どういう内容かというと、実は私の父親がですね、電通におりまして、電通は部長で、退職した人間です。で、大阪万博のプロデューサーをやって以来ずっとですね、原発を推進する仕事をやっています。で、私が11年の、東北大震災の後からこのカメラで撮って配信するということを始めて、で、父親はその翌年の12年の暮れに亡くなったんですが、その後で分かったんですけども、実は90年代にですね、タンポポ社とか、原子力資料情報室とか、あるいは日本消費者連盟とか、そういった団体に対して非常にひどい嫌がらせ行為がありました。で、例えばどんなことかというと、送られてきた小包に開けたら、虫が入ってたとか、あるいは生理ナプキンが入ってたとか、それから高木銀三郎さんがまだ生きている時にですね、黒枠で高木銀三郎さんがお亡くなりになりましたというハガキが書かれて、で、そこにですね、2階の書斎でいつも物書きをしているあなたの姿を駐車場からいつも見つめておりましたとか、そういうことが書いてある。で、受け取った方がそういうふうにずっとするような
嫌がらせ活動が行われたんですが、実はその私の父親がそれに関与していたっていうことがその遺品の中から分かったということで、一番最初に私がそれに気がついて、犯人は父親に違いないと思ったところで第1回目が終わってるんですが、これ1ヶ月ごとにですね、連載で10回ぐらいやる予定です。で、そういう、世論操作とか暴虐っていうのが実はなぜこれをやろうと思ったかっていうと、終わっていないんですね。父親がその原発反対運動とか、あるいは水俣病反対運動に対して行っていたやり方っていうのが、例えばデモ隊は2等5000円もらってるなんていうことを言ってたんですが、これは沖縄の辺野古で2等2万円ということに今受け継がれています。それから車椅子でですね、デモ隊の前でバタンと転んで、それをみんなが助け起こしているところを写真に撮って、デモ隊に暴行する、車椅子に暴行するデモ隊という記事を週刊誌に載せるということも、これは今から思えばこれ電通だからできるんで、そのカメラマンをライター雇ってですね、それから週刊誌に載せるときに、これ広告100万の出してやるから載せてよって、そういう交渉やるとしたらこれ電通しかできないわけですね。で、私の父親がこうそういうことをやってきたんで、それがこう今に受け継がれていて、辺野古だけではなくて、今 の関西生コン組合とか、あと伊藤詩織さんですね、彼女に対する今非常に陰惨な攻撃が行われているんですが、これも私の親父が90年代にやっていたのと同じようなやり方っていうのが今行われているので、それなんでぜひこの話を広めたいと思っております。10回続ける予定です。終わるまで私が生きていられる。そういうことですので、よろしくお願いいたします。したいこともたくさんあると思うんですけれども、今日はこれで終わりにして、またぜひ日本にいらしたら最新情報をお伝えいただければと思います。ではもう一度岸本